一つ目、神戸スマ女性殺害事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私は今度からアルバイトを始めるわ。お、それはいいな。どんな仕事内容なんだ？カフェのおそばによ。だから夜は10時過ぎに帰ることになるんだけど、その分、時給も少し高いから楽しみなの。頑張れよ。でも、帰りが遅いのは心配だな。ただでさえ、暗くて人通りの少ない道を通るんだから。大丈夫。変な人が出ても、私がやっつけちゃうわ。そんな甘く考えるな。犯罪者は、どこで霊夢を狙っているかわからないんだぜ。怖いこと言わないでよ。これは脅しで言うわけじゃない。実際に遅くまで働いていた女性が襲われて、20年以上も未解決という事件があるんだ。20年以上も、それはちょっと、聞きたいわ。というわけで今回は、神戸スマ女性殺害事件、について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは、事件概要について見ていこう。お願いするわ。時は2003年2月21日、兵庫県神戸市のスマクというところで発生したんだ。時刻は午後10時50分頃で、地下鉄、妙法寺駅、から、徒歩で帰宅中だった T さん、当時44歳の女性が、何者かに刃物で襲われた。残念ながら T さんは、足を刺されて亡くなってしまったんだ。なんてひどいことを。T さん、とても痛かったでしょうね。不意打ちだったからな。T さんは公園で襲われたんだが、犯人は彼女のバッグを持ち去っていることから、強盗目的だったとされているんだぜ。強盗も最低なことだけど、何も命まで奪う必要はなかったじゃない。目撃者はいなかったの？ああ、いなかった。この事件は夜遅い時間に発生したことと、人通りが少なかったことが災いしたんだ。証拠も少なく、未だに具体的な犯人像も浮かんでいない。そんな、T さんのご遺族は、それじゃ納得できないでしょうに。T さんはどんな人だったの？優しいお母さんだったぜ。それじゃあ次は、T さんの人となりについて紹介しよう。事件当時、T さんは現場と同じ兵庫県神戸市のスマクに、家族4人で暮らしていた。現場近くだったのね。早く家に着いていればと、後悔が浮かんでくるわね。そうだな。T さんは大学生の時、後に夫となる男性と、職場で出会ったそうだ。そして二人は結婚し、長男と次男を授かったんだ。若い頃から、旦那様と知り合っていたのね。旦那さん曰く、T さんの性格は芯が強く、努力家だったそうだ。家族仲も良くて、昔は海水浴に行ったり、神戸市にある六甲山牧場に行ったりと、思い出もたくさんある。旦那さんは事件後に記者の取材を受けた際、この時の思い出について、羊にお弁当を取られそうになり、子供も泣き出すし、みんなでお弁当を守ったりした、と懐かしむように振り返り、牧場での写真も見せてくれたんだ。聞けば聞くほど、そんな幸せな日々を壊した犯人が憎いわ。ああ。そして T さんは子供たちが成長した頃、学費を稼ぐためにパートに出ることにしたんだ。仕事内容は NTT の番号案内をするというもので、2001年から始めているぜ。そういう仕事があるのね。職場までは電車通勤をしており、仕事にも慣れておよそ2年の月日が流れた。子供たちも長男が高校1年生、次男も小学5年生になっており、誰もがこのまま平凡な生活を送れると思っていたはずだ。ごくり。ここからはさらに、事件当日を詳しく振り返るぜ。いつも通り、仕事を終えた T さんは電車を降りて自宅へと向かっていた。T さんには持病があり、ゆっくりと歩いていた。持病がありながら、家族のために働いていたのね。事件発生直前の午後10時48分頃、付近の防犯カメラには T さんの姿が映し出されていた。T さんは右手で携帯電話を操作しており、左手にはバッグを持っていた。そして、この直後に襲われたものと思われる。もう聞くのが辛いわ。T さんが電車を降りてからおよそ10分くらいが経過した頃、現場を通りかかった通行人が、重傷を負った彼女を発見したぜ。T さんは仰向けに倒れており、通行人はすぐさま通報した。早く、救急車を。だが、手当てが間に合わず、冒頭でも述べた通り彼女は帰らぬ人となってしまったんだ。子供を残して、さぞかし無念だったでしょうね。その後、駆けつけた警察官によって直ちに捜査が開始された。現場は階段に挟まれているため車も進入できないような道で、割と狭いんだ。近くには団地もあるから、電車の乗降の際は人通りがあるものの、電車が来なければ人は途切れるような場所でもある。人の出入りに、ばらつきがあるのね。その、人がいない一瞬の隙に T さんは狙われてしまったんだ。T さんは、そんなに何度も刺されてしまったの？いや、左の太ももを一箇所だけだ。幅は2センチ。深さは8センチなので、相手が力を込めて刺したことがわかるな。想像すると辛いわ。T
ところで幅が2センチって、比較的薄い刃物ってこと？はっきりとした凶器は今も判明していないんだが、警察の見立てでは、バタフライナイフの可能性が高い、と言われているぜ。ナイフは T さんの着ていたコートやジーンズまで切り裂いているので、よほど強く振りかざしたんだろうな。怖いわ。ナイフは脅しじゃなくて、傷つける気満々じゃない。ただ現場を見る限り、T さんのバッグが奪われており、彼女の携帯電話も真っ二つに折られていたんだ。そのため犯人と揉み合いになって、犯人も早く奪いたいがために、ナイフを振りかざしてしまったとされている。この頃は、まだガラケーが全盛期だったものね。わざと折られたということは、犯人が通報されることを懸念したからかしら？警察はそう考えているぜ。今のスマートフォンだって落とせば壊れるが、それでも使える場合もある。だが、ガラケーは折られてしまうともうダメだからな。犯人に関することで、何かわかっていることはないの？事件から5日後、現場からおよそ300メートル離れたところにある。11面山、というところに、T さんの所持品が捨てられていたんだ。そこで T さんの財布やバッグが発見されたんだが、現金はすべて抜き取られていた。キャッシュカードとかは？そっちは無事だったぜ。暗証番号は数回間違えると使えなくなってしまうし、ATM を操作すれば防犯カメラで顔を撮影される可能性があるからな。犯人は頭の回るタイプだったのかしら？そこまでの考えに至っていたかは不明だが、財布の中には、およそ7万円が入っていたそうだ。もしかしたら、その金額を見て満足したのかもしれない。確かに、7万円って大金だものね。そういえば、現場からたった300メートルしか離れていない山に、所持品を捨てたようだけど、そこってそんなに見つかりにくい山なの？山だから、切り開かれた場所よりはわかりにくいだろう。だが、この山は地元の少年たちから、秘密基地、と呼ばれていたんだ。秘密基地？まあつまり、不良少年たちの溜まり場だったってことだな。そういう場所なら、しょっちゅう出入りしている子がいるだろうし、犯人に結びつく何かがあるんじゃないの？それが、何も残されていなかったんだ。じゃあなぜ、わざわざ秘密基地で T さんのバッグなどを捨てたのかしら？警察は、犯人たちがバッグの中身を見るために、人気の少ない山に来たのだろうと推測しているぜ。ああ、いわゆるアジト的な意味ってことね。そうだ。盗んですぐに山に行ったのなら、そんな時間に散歩や登山をする人はまずいない。このことから見ても、物品の確認をするにはもってこいの場所というわけだ。そうなのね。でも犯人がわからない以上、地元の人間とも言い切れないんじゃないの？ところが11面山で捜査を行った警察は、一度でもこの山に来た経験がないと、こんな場所に捨てようとは選ばないだろう、と推測しているんだ。そのため犯人はまだ若いが土地勘があり、普段からこの山に出入りしているか、子供の頃に遊びに来たことのある人物ではないかとされている。子供時代に来ていたなら、本当に、秘密基地、として遊んでいたかもしれないものね。そういうことだ。捜査が進む中、事件の直前に不審な人物を目撃した、との情報が入ったんだ。それは事件が起こる10分ほど前、公園の植え込みに若い男が2人いて、怪しい動きをしていたという内容だった。何それ、とても怪しいじゃないの。その人たちが犯人とは決めつけられないけど、どんな雰囲気の男だったの？目撃者によると、一人は、背が高くて目つきの鋭い男、で、もう一人は、背の低い男、だそうだ。このため、T さんを襲った犯人には、実行役、と、見張り役、がいた、と考えられているぜ。そうなのね。でも、そんなに特徴的な二人なら、地元の仲間の間とかでは、有名になっていそうな感じもするけど、よっぽど、寄せられた情報と似通っていればな。だけど何の進展もないまま、事件から10ヶ月が過ぎた頃、現場付近で不可解なことを言うおじいさんが目撃されるようになったんだ。おじいさん、何を言っていたの？おじいさんは泣きながら、申し訳ない、うちの孫が、と言いながら、手を合わせていたんだそうだ。この姿は複数人が目撃していて、警察も把握している情報だったが、結局おじいさんがどこの誰なのかは、不明のままだ。せめて、このおじいさんから話を聞くことができればよかったのにね。まさに、重要参考人だよな。ねえ、マリサ、こう言っちゃなんだけど、不良少年ってどこにでもいるわよね。現場付近の子たちに、話を聞くだけでもできなかったの？警察はとっくに調べを進めたぜ。だが、警察から事情聴取を受ける、ということ自体に抵抗のある人も多い。中には、うちの息子が犯人だと言いたいのか、と怒鳴る親もいて、捜査も順調とは言い難かったようだ。いや、あくまでも捜査に協力するだけじゃないって思うけど、嫌な人は嫌なのね。周囲の目もあるからな。一概にこう思う親のことを責めるつもりはないが、もっと協力的だったら、とは思わずにいられないな。ええ、そういえば T さんにも、年頃のお子さんがいたのよね。事件後はどうしていたのかしら？
突然妻を失った T さんの夫は、家族3人で協力しながら生きてきた、と語ったぜ。最愛の妻がいなくなり、気持ちの上では時間が止まったような感覚だったが、子供たちは日々成長する。当時小学生だった次男の遠足の際、夫は料理が苦手だったんだが、子供にひもじい思いをさせるわけにはいかない、と、徹夜でエビフライを作ったこともあったそうだ。お父さん、もう涙が出てきたわ。家事や育児の傍ら、夫は自腹で情報提供を求めるビラを1万枚作り、配布した。現場付近や妙法寺駅前には看板も設置し、私的懸賞金を設けたこともある。犯人は20年経った今でも捕まっていないが、夫は、犯人に石を投げてやりたい、との思いから、もう罪に苛まれて、どこかで人生を終えてくれとの気持ちもある、と明かしているぜ。世間で事件が忘れられても、犯人だけは絶対に覚えているものね。ああ、もちろん夫も家族も、犯人逮捕を諦めたわけじゃない。今でも夫は事件発生の日の前後にビラを配り、2023年には取材に対し、今なら、あいつが犯人、と通報してくれるかもしれへん。犯人には、逃げ隠れする人生で後悔はないのか、と問いかけたい、とコメントしているぜ。一日も早く犯人が捕まりますように。こういった未解決事件は世の中に山ほどあるが、中には10年以上もの時を経て、いきなり解決することもある。同じ神戸でも、2010年に男子高校生が何者かによって、切りつけられなくなるという事件が発生したんだが、これも2021年に急遽、犯人が逮捕されたんだ。11年も経ってから、それって、どんな事件だったの？内容は、あまりにも腹立たしいものだ。当時16歳の男子高校生は、交際している女子生徒と、一緒に談笑しているところを襲われたんだ。え、犯人とは面識があったの？いや、後に逮捕された男は当時17歳だったんだが、被害者が交際相手と一緒にいるところを見て、腹が立って襲った、と供述しているんだ。つまり、彼女持ちの男性を羨ましく思っただけだぜ。信じられない。そんな理由で、人を手にかけていいわけがないでしょ。まったくだ。しかも被害者は自分が襲われた時、交際相手に、逃げろ、と言って逃がしている。そんな心優しい男性だが、パトカーや救急隊員が来た頃には、間に合わなかったんだ。理不尽すぎて私が爆発しそうだわ。でもなぜ、10年以上も経ってから犯人がわかったの？どういう神経をしているのか知らないが、犯人の男は周囲に事件への関与を疑わせる発言をしていたそうだ。さらに逮捕の直前、兵庫県警に情報提供も入ったことで逮捕へと繋がったぜ。そこから一気に逮捕って、すごいわね。この男には、これから重い罪が課されてほしいわ。ところが、そうもいかないかもしれないんだ。なぜなら、事件当時の犯人の年齢が17歳だったことにより、少年法が適用されたんだ。さらに2022年から始まった改正少年法の、特定少年、として、重い罪を犯した少年は、実名報道がされるようになったが、ちなみにこの男は出ていないぜ。はぁ、10年以上も逃げ惑った挙句、逮捕されても名前すら出ないってこと。被害者は、もう二度と帰ってこれないのよ。遺族としては、これほど納得できないことはないよな。ただ、司法に裁かれた後はしっかりと罪を償ってほしいものだ。二つ目、埼玉県朝霞市男性焼死事件。まずは今回の事件の概要から紹介していくぜ。よろしく頼むわね。事件発生は2022年5月14日の午前9時50分頃だ。通行人の女性によって建物から煙が出ていると消防に通報が入ったんだぜ。煙ってことは、どこかで火事が起きていたってことかしら？そうだぜ。火元となったのは、長吉内装という内装工事会社の建物だったんだ。作業場や事務所として使っているプレハブだぜ。会社で火災が起きちゃったのね。無事に消火できたのかしら？消防隊は駆けつけてからすぐに、消火活動を行ったんだ。しかし、この火災によって建物のほとんどが全焼してしまったんだぜ。いやぁ、建物が全部燃えちゃうくらいに炎がすごかったの？ああ、壁は黒焦げで、屋根も焼け焦げて落ちていたんだ。かなり炎が激しかったことがわかるぜ。作業場としても使っていた場所だから、燃えやすい材料があった可能性も高いんだ。なるほど、だから火の手が一気に上がっちゃったのかもしれないわ。それにしても、建物がそこまでひどく燃えちゃうなんて恐ろしいわね。しかもこの建物の焼け跡からは、男性の焼死体が発見されたんだぜ。一体誰の遺体が見つかったの？それが損傷が激しかったせいで、身元を特定するのに時間がかかったんだ。ほうほう、でも特定されたってことは誰か判明したのよね。ああ、この遺体は、長吉内装の社長である長吉良さんだということがわかったんだぜ。ってことは、自分の会社で火災に巻き込まれちゃったの？巻き込まれたというより、
犯人が長吉さんを狙って放火したという方が正しいぜ。おっと、なんだか少し物騒な話になってきたわね。何せ現場となったプレハブ建物には、ガスが一切通っていなかったからな。誰かが意図的に火をつけた可能性が高いんだぜ。だけど、火事って気づいたら慌てて外へ逃げ出すじゃない？どうして長吉さんは建物から出なかったのか謎だわ。建物の入り口は施錠されており、長吉さんは逃げたくても逃げられない状況だったんだ。犯人は長吉さんを閉じ込めて、放火したってことなのね。そんなひどいことするなんて信じられないわ。しかも長吉さんの上半身部分には、骨折した跡が複数箇所あったんだ。骨折って、もしかして誰かに暴行されたんじゃないの？ああ、警察は何者かが、硬い凶器で何度も長吉さんを殴ったと見ているぜ。まるでリンチじゃない、他に傷はなかったのかしら？あざもあると想定されていたぜ。だが、遺体は重度の火傷を負っていて確認できなかったんだ。火傷のせいで骨折しかわからなかったのね。さらに長吉さんの遺体の気道には、煙を吸い込んだ時に残るすすが付着していたぜ。長吉さんはまだ息があるにもかかわらず、放火されて殺されたことを意味するんだ。徹底的に痛めつけようとしてる感じがするわね。ちょっと怖くなってきちゃったわ。これだけ執拗に痛めつけるなんて、相当な恨みも感じるぜ。長吉さんは、こんな悲惨な殺され方をするぐらいに、恨みを買っていた人だったのかしら？じゃあ次は、その辺を含めて長吉さんの人物像について紹介していくぜ。長吉さんってどんな人だったのか教えてほしいわ。当時43歳だった長吉さんは社長をしながら、会社を一人で切り盛りしていたんだ。一人ってことは、他に従業員を雇っていなかったの？同業者の知り合いに手伝いを頼むことはあったみたいだが、基本は一人だったぜ。ほうほう、そうやってうまく仕事をこなしていたのね。まあ、知り合い同士なら気兼ねなく頼めるんだと思うぜ。うんうん、慣れてる人同士だから色々とやりやすそうだわ。それと、長吉さんはプライベートも充実していたぜ。2002年に結婚した後、3人の子供に恵まれて幸せな生活を送っていたんだ。へえ、社長でもあり、お父さんでもあったのね。Facebook で子供の写真を公開するほど可愛がっていたんだぜ。わかるわー、可愛い子ほど、みんなに見てほしくなっちゃうもんね。仲良し家族って感じがするよな。うんうん。趣味としてバイクをいじることも好きだった長吉さんは、自分の持っている愛車の写真も複数公開していたんだ。ちなみにお酒を飲んでいる楽しそうな写真もあったぜ。順風満帆に過ごしていたのね、羨ましいわー。ああ、長吉さんは誰に対しても優しい性格で、同業者とも非常に仲が良かったんだ。そっかそっか、仲間から愛される人柄をしていたのね。周囲から信頼されていて、安心して仕事を任せることができると評判だったんだ。でもそれだけ評判のいい人だったら、恨みを買うようなことしないと思うわ。仕事の関係者も、長吉さんがトラブルを起こしているなんて、聞いたことないと言っていたくらいだからな。普段から周りに迷惑をかけているなら恨まれても仕方ないでしょうけど、そうじゃないのよね。ああ、悪い噂がないにもかかわらず、悲惨な殺され方をしたんだ。これは不可解なことだぜ。ますます謎が深まってきたわ。それに犯人はうっかり長吉さんを殺したってより、明確に殺意がある感じだったわね。霊夢は、長吉さんが殺された理由に見当はつくか？そうねえ、多分だけど逆恨みかしら？長吉さんはプライベートも仕事もうまくいってるから、妬む人もいたと思うわ。嫉妬から来る犯行ってことだな。同業者の中にそういう人もいたんじゃないかしら？じゃあ次は、長吉さんを殺害した容疑者について詳しく紹介していくぜ。話を戻して、今回の事件が起こる前日のことだ。いつものように長吉さんは、複数の同業者と共に県外へ仕事をしに行ったんだぜ。ふむふむ。そして事件当日の早朝、会社まで戻ってくると一旦解散したんだ。朝まで仕事をするなんて大変だわ。県外まで出ると移動距離も長いから、終わる時間が遅くなってしまったんだと思うぜ。そして長吉さんは、会社で仲間と別れた数時間を、何者かに殺されたんだ。数時間前まで一緒にいた長吉さんが殺されたって聞いて、同業者の人たちも驚いたでしょうね。ああ、事件当初は外国人が犯人なのではないかって噂もあったんだぜ。え？どうしてそんな噂が流れていたの？事件が発生した埼玉県は、外国人の移住が多い県でもあるんだ。移住する人が多い理由を知りたいわ。埼玉県では人口減少で働き手が減ってしまい、外国人の雇用を積極的に行っているんだぜ。それに東京へのアクセスもしやすいので、移住先としての人気が高いんだ。へえ、そういう事情があるなんて知らなかったわ。ただ、外国人の割合が増えることで治安が悪くなると考える人もいるんだぜ。なんでそう考えるのかしら？海外とは違う日本のルールやマナーを守れるのか、心配する人が多いせいだろうな。
それに凶悪な事件が起こると、外国人の仕業ではないかと疑う人も結構いるんだ。ちょっと偏見っぽいわね。さらに長吉さんの会社の口コミには、とある外国人が低評価を書き込んでいたんだぜ。わざわざ低い評価をつけていたの？そうだぜ。長吉さんの会社では従業員を雇ってなかったんだが、一時的にはいたかもしれないんだ。短期で雇うことはありそうよね。ああ、その時に雇用した外国人に恨まれてしまったんじゃないか、という推測もされていたんだ。ほうほう、そんなことがあったのね。しかし、この予想は間違っていたぜ。実際に容疑者として逮捕されたのは長吉さんの同僚者だったんだ。さっきの私の予想が当たっちゃったわ。で、犯人はどんな奴だったの？容疑者となったのは、大木渡と大西俊樹だ。彼らは長吉さんから内装の仕事を受け負っており、顔見知りだったんだ。だが、ある問題が発生していたんだぜ。ある問題って？容疑者たちは、給料のことで不満を持っていたんだぜ。もしかして、引き受けた仕事のお金をもらえなかったのかしら？ああ、そのことで長吉さんに恨みを持ち、犯行に及んだんだ。お金のことで揉めると、殺人事件にまで発展しちゃうのね。それまで良好な関係を築いていたとしても、一気に破綻してしまうんだな。なんだか悲しいわね。ちなみに、霊夢は容疑者たちが逮捕された決め手って何かわかるか？ええ？何が決め手になったのかしら？わからないから教えてほしいわ。実は、事件現場となった会社の周囲には防犯カメラが設置されていたんだぜ。おお、それは有力な証拠になるわね。この防犯カメラには容疑者たちの姿がしっかりと映っており、言い逃れできない証拠となったんだ。よかったわ。ちゃんとした証拠が残ってないと容疑者として逮捕できないもんね。だが、当時のことについて警察に聞かれると、会社に資材を取りに行っただけ、と言って容疑を否定したんだぜ。往生際が悪いわね。その後の捜査によって容疑者たちの携帯を調べると、長吉さんを殺害する計画の一部が発見されたんだ。連絡を取り合いながら、人を殺す計画をしていたなんて恐ろしいわ。でも、それを残しておくのも間抜けだわ。データを削除したとしても、警察は復元することができるぜ。そんなことできるの？ああ、時間はかかるが可能だぜ。証拠を消そうと思っても簡単にはできないってことね。そういうことだ。防犯カメラと、携帯のやり取りによって、容疑者たちがしっかりと逮捕されたんだぜ。もし防犯カメラがなく、殺人の計画を別の方法で練っていたら危なかったわね。証拠がゼロだったら、容疑者を見つけるのも難しかったと思うぜ。解決できない事件って、証拠や目撃者が不十分な場合が多いもんね。今回の事件のように遺体や現場を焼かれてしまうと、証拠がすべて消えてしまう危険性もあるんだ。そうなったら、いくら日本の警察が優秀でもお手上げになっちゃうわ。しかも炎が他の建物に燃え移り、被害者が増えてしまうこともあるんだぜ。そういえば、放火って刑罰が重いってのをどこかで聞いたことあるわね。おお、よく知ってるな。殺人罪の次に重いのが放火罪と言われているんだぜ。場合によっては、死刑や無期懲役を言い渡されることもあるんだ。ええ、死刑になることもあるっていうのは初耳だったわ。じゃあ、今回の容疑者たちも刑が重くなる可能性があるのかしら？その可能性はあるぜ。長吉さんを殺害した容疑者たちは、明らかに殺意を持って放火をしているからな。火をつけた上に、長吉さんを建物に閉じ込めたんだもんね。これで殺意がないって言ったらびっくりするわ。事件の詳しい調査はまだ続いており、裁判の判決も出ていないので、今後どう裁かれるのか気になるよな。どんな判決が出たとしても、自分の罪を自覚して、ちゃんと償って言ってほしいわ。じゃないと長吉さんの遺族だって、やりきれない思いが消えないと思うわ。遺族である長吉さんの母親は、悲しみ、悔しさで胸が張り裂けそうになる、と語っており、犯人のことを許すことは到底できない、とも言っていたんだ。身内がこんな無残な殺され方したら、そう思うのもおかしくないわね。遺族は今後の裁判などを通して、どうして長吉さんが殺されなければいけなかったのか、真実が知りたいと願っているんだぜ。殺された理由についても、本当に長吉さんが給料を支払っていなかったせいなのか、明らかにした方がいいわね。そうだな。容疑者側の証言だけでは、それが嘘なのか本当なのか判断できないと思うぜ。うんうん、その辺についても捜査できちんと調べてほしいわ。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。何度も一緒に仕事をしていた仲間であるにもかかわらず、暴行して放火するなんてどうかしているわね。ああ、金銭トラブルで揉めていたとしても、やることが残虐すぎるぜ。不満があるからって殺すのはやりすぎだわ。まあ、仲間同士で給料の話をするのは、気まずいって思いもあったんだろうな。もやもやを溜め込んでいるうちに、それが爆発してしまった可能性もあるぜ。いやいや、爆発するまで溜め込むより、
ちゃんと言葉にして相手へ伝えた方がいいわ。そうだな。少なくとも殺す必要はないと思うぜ。相手を殺害して黙らせるっていうのは、一番やっちゃいけないことだわ。そもそも給料面に問題があるなら、長吉さんから仕事を受けなければよかったと思うぜ。断るのも気まずかったのかしら。そのあたりは本人たちにしかわからない部分だが、殺害を計画するよりは面倒じゃないと思うぜ。うんうん。もし長吉さんを殺害した理由が他にもあるなら、早く白状してほしいわ。霊夢の言う通り、金銭トラブル以外に揉め事があったかも気になるところだぜ。まだ隠していることがあるなら、洗いざらい話してほしいわ。遺族は真実を知りたいと願っているし、下手に隠さずに答えてほしいんだぜ。三つ目、岡山県男子中学生失踪事件。この事件は、2022年11月13日14時30分頃に岡山県倉敷市で起こったものだ。当時14歳だった梶谷美月さんが失踪したんだ。どんな風に失踪したの？まず梶谷さんは14時30分頃に、塾に行ってくる、という理由で、自転車で家を出た。このことは両親も確認している。そこから失踪したって話だけど、それなら何かの事件か事故に巻き込まれた可能性があるわ。それについては後に話すが、少なくとも梶谷さんは、17時30分頃に母親に LINE で18時に帰るっていう連絡を入れてるんだ。そういうメッセージがあったってことは、梶谷さんには帰る意思はあったってことなのかしら。ただ、18時になっても梶谷さんは帰ってこなかった。それどころか夜になっても帰らなかったことで、両親は倉敷署に届け出を出したぜ。帰るっていう連絡をしてたのに帰ってこないとなると当然の反応だと思うわ。そうして届け出が出されたことで捜索が開始されたんだが、警察の捜査によって梶谷さんの失踪後の動きがある程度わかったんだ。失踪後の動きがわかったなら捜査もしやすそうだけど、何が見つかったの？まず失踪当日である11月13日に、JR 倉敷駅付近の商業施設で梶谷さんが乗ってた自転車と同じものが発見されたぜ。梶谷さんは自転車に乗って塾に向かったって話だったわよね。梶谷さん本人はそこでは見つからなかったの？ここでは見つからなかった。ただ、さらに捜査をしてみると、今度は当日の JR 三原駅の防犯カメラに、梶谷さんらしき人物の姿が映ってたんだ。それじゃあ梶谷さんは、そこで電車に乗って、どこかに移動したのかしら？あくまで似た人物だから本人なのかどうかはわからないな。他の駅のカメラには映ってなかったの？他のカメラにも映ってれば、どんな行動をしてたのかがある程度わかるんじゃないかと思うんだけど、他にカメラに映ってたっていう情報は特にないぜ。だが翌日の14日には次の遺留品が発見されたんだ。今度は何が見つかったの？梶谷さんが使ってた携帯電話と本が発見されたぜ。しかしなぜか、発見されたのは広島県尾道市の路上だったんだ。え？梶谷さんが住んでたのは岡山県倉敷市だったのに、携帯とかが見つかったのは広島県の尾道市だったの？ああ。つまり、もし梶谷さん本人の意思で移動したのだと仮定すると、梶谷さんは倉敷市から三原市まで移動して、そこから尾道市に行ったってことになる。それって移動経路としてはおかしかったりしないの？別におかしくはないぜ。一つ疑問点として挙げるとすると、梶谷さんが最後にいたのがどこなのかって部分だ。尾道じゃないの？尾道市はあくまで遺留品が見つかったってだけで、それらがどのタイミングで置かれたものなのかは判明してないんだ。だからもしかすると、梶谷さんは先に尾道に行った後に、三原駅に行った可能性もあるんだ。そういえば、駅の防犯カメラに映ってたのは三原駅だけだったのよね。ああ。だから実際の移動ルートを割り出せてはないんだ。でもそれは置いておくにしても、どうして梶谷さんは尾道市に行ってたのかしら。隣の県ではあるけど、何か理由とかあったりしたの？梶谷さんが尾道に行った正確な理由までは判明してないんだが、一つの可能性として、母親からある証言が取れてるんだ。お母さんには心当たりがあったのね。母親によると、梶谷さんは2021年に島並海道へと校外学習に行ってたらしいんだ。その時に自転車に乗って楽しかったっていうことを話してたそうだ。じゃあ梶谷さんは、もしかするともう一度、その時みたいにしたくて、尾道まで行った可能性があるのね。あくまで母親から考えられる一つの説だけどな。でもそうだとすると余計に変な感じがするわ。だってただ単に島並海道に行きたかっただけなら、無理にその日じゃなくてもよかったはずだもの。実際、梶谷さんは塾の日に家から出ているぜ。何かもっと他の動機があったんじゃないかしら。尾道に行ったのは最終的な行動であって、それに関連する別の動機があったりしたんじゃないのかって思うんだけど。
じゃあここからは、ネット上で語られてる一部の説も含めて、考えられる動機をいくつか挙げていこうか。14歳って多感な時期だし、いろいろと親には言えない理由とかがあったのかもしれないわ。そういう可能性はないの？家出説っていうのは実際にネット上にもあるぜ。母親は梶谷さんのことを、あまり勉強は好きじゃなかったけれど、いろんなお手伝いをする優しい子です。人の気持ちもわかる子です。と語っているんだが、梶谷さんは勉強が嫌になって家出したって可能性もあるぜ。その年の子で勉強が好きな子の方が少ないとは思うけど、それでも勉強が本当に苦手な人からしたら、塾とかに嫌気がさすとかはありそうね。だから、塾が嫌になって家出をしたんじゃないかと言われているんだ。塾に行くって言ったのは嘘で、現在の環境から逃げ出すためだったって説だ。ありえない話ではないわよね。さっきも言ったけど、ちょうど多感な時期だし、何かの拍子に家出してしまったっていうのもあるかもしれないわ。特に梶谷さんは受験も控えてたから、精神的に余計にストレスを感じてたかもしれないからな。ただそうだとすると、どうして家に帰ってこないのかっていうのがあるわよね。どこかに住むとしてもお金は必要になるから、ずっと家出したままっていうのは不可能でしょうし。ああ、そこでもう一つの可能性として考えられるのが記憶喪失説だ。記憶喪失？もしかして何かの事故とかにあって、その拍子に記憶を失ってしまったかもしれないってこと？もちろんその可能性はあるぜ。例えば車にはねられて記憶喪失になってしまい、事件の発覚を恐れた犯人によって言いくるめられて、どこかに連れ去られたとかな。だとすると、失踪事件というよりも誘拐事件になってくるわ。もちろんこれも説の一つだ。記憶喪失になるのは、何も頭を打った時だけじゃないぜ。頭を打ってないのに記憶喪失になることがあるの？全然想像できないんだけど、偏頭痛などの様々な原因で起こる一過性前見房っていう病気があるんだが、これは一切の外的要因なしに記憶喪失が起こるというものなんだ。それってどんな症状が出るの？普通の記憶喪失みたいに一回なってしまうとなかなか治らないとか？いや、一過性前見房は、記憶喪失の中でもあんまり長くは続かない方なんだ。基本的に24時間以内に回復するし、症状が出るよりも前のことはきちんと覚えてる。それって記憶喪失って言えるの？一過性前見房は、症状が出てる間に起こった新しい出来事を記憶する能力が、一時的に機能しなくなるというものなんだ。だから自分自身や家族などの過去のことはちゃんと覚えてるんだ。梶谷さんがそうなってたかもしれないの？あくまで説の一つだから何とも言えないが、もしこの症状が尾道にいる時に出たと考えると、自分が今何をしてるのかわからなくなって、何かの拍子に携帯などを落としてしまったというのは、決してありえなくはない話だな。でもすぐに回復するって話なんでしょ？それならやっぱり記憶喪失説はないんじゃないかしら。もう一つ記憶喪失の可能性として挙げられるのは、解離性頓喪っていう症状だ。聞いたことがないけど、どんな症状なの？これはストレスなどが原因によって起こるとされてる珍しい症例で、発症すると自分自身に関する過去の一部の記憶、あるいは全ての記憶を失って、別人として生活し始めるっていうものなんだ。それって一過性前見房みたいに、すぐに治ったりするの？いや、解離性頓喪の場合はいつ完治するかがわからないんだ。たった数時間で治った事例もあれば、何ヶ月も経ってようやく治ったっていう事例もある。ひどいものになると、それ以上経っても治らなかったりもするんだ。かなり重い病気なのね。もし梶谷さんが勉強や塾、受験などで大きなストレスを抱えてた場合、この解離性頓喪を発症した可能性もゼロとは言い切れないんだ。だけど梶谷さんは塾に行ってくるって言って家を出てるわ。少なくともその段階では梶谷さん本人の記憶があったってことでしょ？解離性頓喪っていうのもあくまで一説であって、実際にそうだったなんて確証はどこにもない。ただ過去にそういった事例が稀とはいえ報告されてることから、可能性としてありえないとは言い切れないってだけだ。となるとますます梶谷さんが帰ってこない理由が謎だわ。所持金だっていつかは底を尽きるでしょうし、捜索されてるわけだから記憶喪失になってても、顔とかで気づかれそうだし、結局どうして梶谷さんが失踪してしまったのかについては、何もわかってない。新しい目撃情報もなければ、新しい遺留品が見つかったりもしてない。何もかもが不明なままだぜ。何かの事件や事故に巻き込まれた可能性も否定しきれないし、捜査しようにも情報が少なくて難しそうね。まとめに入る前に、この事件のタイムラインを、簡単に話しておこうか。ちょっとこんがらがったし、お願いするわ。まず2022年11月13日14時30分頃に、梶谷さんが、塾に行く、と言って家を出た。事件はここから始まってると考えていいだろう。自転車を使って家を出たのよね。その後、17時30分頃に母親へ LINE で連絡が入った。
それによると18時には戻るという内容だったらしい。帰る意思があったのか、それとも嘘だったのかが謎ね。しかし18時になっても帰ってこず、さらに夜になっても帰宅しなかったことで警察へと届け出が出されたんだ。何かあったんじゃないかって思うのは親として当然だと思うわ。その後、当日中に倉敷駅近くにある商業施設で、梶谷さんが乗ってた自転車とおぼしきものが発見された。少なくともそこまでは自転車で移動したのかもしれないわね。そして同日中に三原駅の防犯カメラに映った、梶谷さんらしき人物が確認されたんだ。本人なのかどうかはわからないけど、電車に乗って移動した可能性はあるのよね。ああ。そして翌日14日には広島県尾道市の路上で、梶谷さんの携帯電話と本が発見された。何があったのかはわからないけど、梶谷さんが尾道にいた可能性は高そうよね。梶谷さんがどういった順番で行動したのかはわかってない。三原から尾道に向かったのかもしれないし、逆に尾道から三原へと移動したのかもしれない。このあたりは現段階では明らかになってないぜ。せめて他のカメラ映像とかに映ってればどんな行動をしてたかがわかるし、今の居場所もわかりそうなのに。四つ目、香川、坂出三人事件。じゃあまず、事件発覚までの流れを順を追って説明してくぜ。よろしく頼むわ。事件前日の2007年11月15日午後6時頃、香川県坂出市に住む当時5歳の山下茜ちゃんと、3歳の妹彩菜ちゃんは、自宅近くに住む、祖母の三浦恵子さんの家に泊まりに行っていたんだ。この時は特に異変がなかったの？ああ。姉妹の母親が午後7時と10時頃に三浦さんの携帯に、電話をかけたそうだが、ちゃんと電話口から姉妹の声も聞こえていたそうだ。となると、3人は夜10時頃まではまだ生きていたのね。ああ。そして父親の山下清さんも、午後11時頃に祖母宅の寝室の電気が消えていることや、翌16日深夜2時にトイレに起床した時、窓から三浦さんの自転車があることを確認したそうだ。ここまで話を聞く限りだと、特に問題が起きている様子は感じられないわね。だがこの数時間後、当たり前に訪れるはずだった日常が一気に崩壊した。急展開すぎて、ちょっと心の準備ができてないんですけど。翌16日午前7時50分頃、母親が姉妹を迎えに、三浦さん宅へ行くと、普段必ず施錠してあるはずの、玄関がなぜか開いていて、不審に思いつつ家に入ると、3人の姿はなく、寝室や玄関、トイレに血痕が残されていたんだ。姿の見えない3人と残された血痕。明らかにただごとでないのは明白ね。その後、母親は、もしかして怪我をして病院へ行ったのでは、と、近所の病院へ電話をかけ、父親の清さんは近所を捜索。だが3人の姿は見当たらず、午前9時頃に、警察へ通報し行方不明届を提出したんだ。母親が三浦さんと電話した午前10時から、迎えに行った。7時50分の約9時間の間に一体何があったかしら。事件発覚までの経緯はこんな感じだ。では続いて、その後の捜査から犯人逮捕までの経緯を説明するぜ。犯人も気になるけど、それ以上に3人の行方が気になるわね。でも一つ思ったんだけど、山下さんの自宅と祖母の三浦さんの家がこれだけ近いなら、何か不審な物音とか気づきそうだけどどうだったのかしら。これについては近隣住民から寄せられた情報の方が多いな。そんなにあるの？まず、午前5時頃過ぎに車のエンジン音を聞いた。早朝頃、はよせんか、という男性の声が聞こえた、という不審な物音や声。午前6時頃、今まで見たことがない、白いセダンが三浦さん宅の玄関前に停車していた、という、新聞配達員の目撃情報や、朝4時から5時頃に玄関前を通った時には、自転車がなかった、など様々な情報が寄せられたんだ。不審な車に謎の男性の声、そして亡くなった自転車。ますます謎が深まるばかりだけど、それよりもまず3人を見つけ出さないと。警察は18日に捜査本部を設置し本格的に調査を開始し、翌19日に家の中に残っていた血痕と3人の DNA が一致したという結果を発表。その後、捜査を続けた結果、同月27日の夜、ついに犯人の正体が明らかになった。一体誰だったの？三浦さんの亡くなった妹の夫。川崎正則だ。ということは三浦さんから見て義弟に当たる人物だね。って、まさかの身内が犯人だったの。ああ。川崎被告は任意の取り調べに対し、3人を殺害し、山中に遺体を捨てた、と供述し、その日のうちに、死体遺棄容疑で逮捕されたが、翌28日に、本当は港へ捨てた、と、供述を一変させ、捜査員が港へ向かったところ、港付近の資材置き場で三浦さんと姉妹の遺体を発見。さらに三浦さんの携帯電話や自転車も海底で発見され、
12月18日に殺人容疑で再逮捕されたんだ。犯人が逮捕されたことと、3人が見つかったことは安心したけど、犯人が三浦さんたちを殺害した理由がわからないわね。では、続いて三浦さんと川崎被告の間にあった確執や、3人を殺害した動機について説明していくぜ。そういえば、冒頭で金銭トラブルについて触れていたけれど、この二人の間には、お金に関するトラブルや確執か何かがあったのかしら。ああ、どうやら三浦さんは借金を抱えていて、それを返済すべく川崎被告の妻である妹にお金を借りていたそうなんだ。だが借金は返済されず、しかも妻は消費者金融から借金をしていたため、その返済に追われるようになり、それもあって川崎被告は三浦さんに対して恨みの感情を持つようになったというぜ。お金にルーズな部分があったのね。ちなみに三浦さんは妹さんからどのくらい借金をしていたの？それについてはわからないが、消費者金融から借金し、返済に追われるほどだから数千円や1万、2万円程度ではなかったと言われているな。それもそうよね。となると、この苛立ちや恨みが、次第に強い殺意へと変わっていったと考えるのが一番しっくりくるわね。だがこの事件、実はある部分を除いて、川崎被告が事前に計画を立てて、行った計画的犯行ということが徐々にわかってくるんだ。そうなの？まず事件2日後の18日夜、息子に、友達と仕事に行く。じっちゃんと、ばっちゃんには言わんとってくれ、と言い残し、布団など生活用品を持って家を出て、高松市内の短期賃貸型アパートに引っ越したんだ。一瞬出張か何かかと思ったけど、事件の2日後というところが非常に引っかかるわね。もちろん出張じゃないぜ。なぜなら事件の1ヶ月前には勤務先のパン製造会社に辞表を出しているからな。え、1ヶ月も前から出してあったの？ああ。それに川崎被告が3人の遺体を隠した資材置き場は、自身が勤める勤務先の近くだったんだ。遺体を隠すならなるべく人に、見つかりにくい場所を選びそうな気がするけど、もしかしてあえて土地勘のある場所を選んだのかな。そしてこれらのことをまとめると、とても突発的に行った犯行とは考えにくいと思わないか？そうね。でもさっきマリサが言っていた、ある部分を除いて、っていうのは？それは、犯行当日二人の姉妹が三浦さんの家にいたことだ。そして事件の発覚を恐れて、殺害する予定のなかった幼い命まで奪ったことだ。なんて身勝手な、いくら恨みがあったとはいえ、三浦さんを殺害したところでお金が戻ってくるわけでもないのに、ただ自分の鬱憤を晴らすためだけに犯行に及んだようにしか思えないわ。だな。そしてこの事件は連日ワイドショーを賑わせ、ニュースやネット掲示板などで、様々な考察や情報が次々に出てくるようになる中、この事件が原因である一つの事件が発生してしまったんだ。いまいちピンとこないけど、一体何が起こったのかしら。冤罪って、川崎被告が犯人じゃなかったということなの？そうじゃなくて、実は事件当初、姉妹の父である清さんが犯人扱いされ、一部視聴者やマスコミから疑惑の目を向けられていたんだ。はぁ？一夜にして大事な子供を二人も失った被害者なのに、どうしてそうなるのよ。事件当時、清さんはテレビ局の取材を積極的に受けていたんだが、ワイルドな風貌と若干粗暴な印象を感じる口調が、もしかして、父親が犯人なんじゃないか？という疑惑を生んでしまったんだ。いやいや、口調が荒っぽい男性なんてたくさんいるし、見た目ががっしりして威圧感を感じる体格の人もたくさんいるわよ。見た目だけで犯人と決めつけるだなんて、理由が浅はかすぎるわ。そして最悪なことに、この疑惑に一部のテレビ局が乗ってしまった。その結果、あたかも清さんが、まるで犯人と決めつけるような報道を行うようになっていったんだ。いわゆるマスゴミってやつね。さらに清さんの名前が、1934年から1971年に活躍した、天才画家山下清さんと同姓同名だったことから、ネット掲示板で、画伯、と揶揄されるようになり、もう犯人が画伯で決まり、画伯の粗暴な性格ならやりかねない、といった書き込みが溢れかえる始末だ。そんなのもう、誹謗中傷じゃないの。どうして被害者家族がそんな辛い思いをしないといけないのかしら。そしてこの疑惑は真犯人逮捕まで続き、その結果、少なくとも二人のタレントが炎上する事態にもなったんだぜ。不適切発言をしてしまったのね。ああ、まず一人目は、ミノモンタさん。2007年11月19日に放送された、朝の情報番組、ミノモンタの朝ズバ。で、清さんの行動を疑問視し、警察に通報するまで1時間経過したことに。普通ならすぐ電話しないのかね。不思議だねー、といった発言を執拗に繰り返したんだ。あからさまに犯人扱いしているような言い方ね。しかも芸能界で大御所の位置にいるミノモンタさんがこんな発言したら、
影響力も強そうだし、清さんのショックも大きいと思うわ。ああ、清さんもこの発言に対し、ミノモンタさんに聞きたかった。俺が殺したんか、と怒りの気持ちをあらわにしてるぜ。まあ、そうなるよね。だがこの発言の約2ヶ月後の2008年1月、ミノモンタさんは放送局の幹部職員と共に、清さんら被害者家族の元に直接出向き対面で謝罪したとのことだ。謝罪があっただけよかったけど、言われたことに対する心の傷はそう簡単に言えないと思うわ。そして二人目は元女優の星野夏子さん。自身の公式ブログに、あれは絶対に父親の仕業だよ。実は犯人でしたって捕まるのが見たい。など投稿し、真犯人逮捕後に大炎上したんだ。これはもう、救いようがないというか自分の立場をわかっていない感じが、すごくにじみ出ているわね。この人も炎上後に被害者家族の元へと謝罪に行ったのかしら。どうだろうな。ただ、この事態を重く受け止めた事務所がブログの記事を削除させ、1年間の芸能活動停止処分を発表。しかしこれを機に星野さんは芸能界から姿を消したというぜ。この二人の発言も問題だけど、私はマスコミの方がひどいと思うわね。お？霊夢もそう思うか？そりゃそうよ。だって真犯人が判明したら、手のひら返してミノさんたちの発言を取り上げたりして、まるで自分たちの行いはなかったことにしたんでしょ？これだから週刊誌やニュースはあまり信用できないのよ。そうだな。これが仕事だから、お免罪符に好き勝手しないでほしいものだな。ほんとよね。あ、そういえば川崎被告の裁判ってどうなったの？では最後に、川崎容疑者の裁判から、判決までの流れやその後について話していくぜ。初公判が行われたのは2008年7月17日。この裁判では主に犯行時の責任能力の有無について争われたんだ。責任能力が云々ってやつよね。そうだ。まず川崎被告が起訴事実を、間違いありません、と認めた上で弁護士側は、精神遅滞などが原因で責任能力は限定的だった。犯行時の責任能力は、精神鑑定で明らかにされるべきだ、と述べたんだ。この精神鑑定って、誰が決めるの？検察と弁護士両方が推薦する二人の鑑定士が行うぜ。なるほど。これで公平を保つというわけだね。ああ。そして精神鑑定の結果を踏まえて判決を言い渡すために、第2回公判は2009年3月9日から、12日の4日間にわたって行い、16日に判決を言い渡すという日程で決定した。そして最も重要視されていた責任能力についてだが、ごくり、知的能力は低いものの、刑事責任能力は完全に認められるという診断内容が出たんだ。二人の鑑定士からお墨付きをいただいたのね。それで、この結果も含めて第二回公判はどう動いたの？検察側は計画的な犯行と幼い二人の命を奪った残虐性を指摘し、死刑を求刑したが、弁護側は川崎被告の知的能力や、精神能力の低さが犯行に大きな影響を及ぼし、悪いと分かっていても行動を止めることが著しく困難だったと。無期懲役が妥当だと主張し、この責任能力について4日間争われたんだ。4日間も、でも、事件の内容が内容だし、慎重に判断しないといけなかったのかもしれないわね。そして16日当日、裁判官は、川崎被告が事前に凶器の包丁を、用意するなど計画的かつ殺害後に失踪に見せかけるために、自転車を持ち去るなど証拠隠滅を、図ったと指摘し、精神障害はなく、犯行に著しい影響は及ぼさなかった、と判断した。極めて身勝手で自己中心的。釈量の余地は全くない。殺害方法も執拗かつ残虐で、遺族が被告に極刑を求めるのも当然、と、検察側の求刑通り死刑の判決を言い渡したぜ。裁判官が遺族の気持ちを汲んでくれたのね。それだけでちょっと救われた気分になるわ。だがこの量刑は不当として、弁護側は即日高松高等裁判所へ控訴しているぜ。その結果はどうなったの？2009年9月10日に初公判が開かれ、同年10月14日の判決で控訴は棄却。第一審判決を全面支持し、川崎被告には再び死刑判決が下されたが、その様子だと、もしかしてまた控訴したんじゃないかしら？ああ。だがこれも棄却され、2012年7月12日に川崎被告の死刑が確定し、2014年6月26日に大阪留置所で死刑が執行されたぜ。あれ？もっと時間がかかるイメージあるけど、こんなに早く死刑って執行されるものなの？いや。確定から1年ちょっとで執行されるのはかなり珍しいと思うぜ。何せまだ100人以上の死刑囚が刑務所にいるからな。そうよね。でもこれでこの事件は完全決着という形で、幕を閉じたということかしら。ああ。だがそれはあくまで事件の話だ。被害者家族の気持ちを考えたら、手放しでは喜べないだろうな。
そうね。ご両親をはじめ、他の親族の方の気持ちを考えたら、こんなに辛いことはないものね。さて、以上が今回紹介した、香川堺で3人殺人事件の概要だったが、話を聞いて霊夢はどう感じた？そうね。お金は人を支え幸せにするものでもあるけれど、扱いに気をつけないと一気に、不幸に突き落とされる怖い面もあると改めて感じたわ。それに三浦さんも、まさか借金が原因でこんな大事件に巻き込まれるなんて、きっと思っていなかったんじゃないかしら。そうだな。一応この金銭トラブルについて清さんは否定しているが、どちらかといえば金銭トラブルは、周りに相談しにくい内容だし、あまり相談もできなかったのかもしれないな。ただ、たらればの話になってしまうけど、揉めた時点で周りに相談してほしかったわね。5つ目、日本人家族ミイラ化事件。始まりは2018年9月25日だぜ。イギリスのノースヨークシャー州ヘルムスリーにある薬局のスタッフが、頻繁に大量の外科消毒用エチルアルコールを買いに来る男女がいる。その二人から刺繍がする、と地元警察に通報したんだ。よく刺繍だってわかったわね。ほぼ同時期に、この家族の家の屋根を修理していた建設作業員が、警察に電話をかけているぜ。異臭がするという内容だったんだ。通報を受けた警察は、二人の家に向かったぜ。そして、家の寝室のマットレスの上に横たわっているミイラを発見したんだ。その正体は、当時49歳の R さんだったぜ。ただの死体ならまだしも、ミイラ化していたらさすがに驚くわよね。ああ、警察も R さんの死亡は確認できたが、詳しい死亡日は特定できなかったんだ。ミイラ化していると死亡日の特定は難しくなるのね。でも、そんな遺体が置いてあるなんて、どんな家だったの？ R さんは姉の吉香当時52歳と弟の高弘当時47歳と、母道子当時75歳、4人で暮らしていたんだ。家族は何をしたのかしら？吉香と高弘の証言によると、R さんは同年の4月頃から食が細くなり、衰弱していったそうだ。家族は R さんを心配したりしなかったの？その通りだ。警察に、なぜ亡くなっているのに死亡届を出さなかったのか、と事情を聞かれた家族は、R は霊的なものを糧に満たされているので大丈夫。もし病院に連れて行ったら、何か悪いことが起こるかもしれない、と話したぜ。わけのわからない話だが、家族は本気で信じていたようだな。意味不明だわ。そのため、あくまで家族で R さんの面倒を見ていたんだ。そして R さんは8月18日からは無反応になったと話しているぜ。R さんが無反応になってから、警察が遺体を発見するまで1ヶ月以上あるわね。でも、家族の話が信用できるかわからないわ。エチルアルコールは何のために買っていたの？ R さんの体を拭くためだったようだ。病理は R さんの検視を行ったが、死因の特定は困難だったぜ。それほどまでに、遺体は劣化していたんだ。そんな状況なのに、家族は R さんが生きていると信じて同居を続けていたの。ここからは R さんと、その家族について紹介していくぜ。母親の道子は、1960年代から1970年代にかけて、3人の子供を出産して日本で暮らしていたぜ。夫は日本人だったの？それともイギリス人かしら？日本人だぜ。R さんたちは仏教系の宗教家庭に生まれて裕福に暮らしていたんだ。仕事をしなくても生きていけるほど、余裕がある家庭だったんだぜ。そのため、子供は3人とも私立の学校に通っていたんだ。仕事をしなくても3人の子供を私立に通わせられるなんて、本当に裕福ね。だが、しばらくして道子は夫と離婚するんだ。離婚原因はわかっていないぜ。道子は離婚してすぐにイギリス人男性と再婚したんだ。そして、子供を連れて夫のふるさとであるイギリスに移住したぜ。すごい勢いで家庭環境が変わっているわね。子供たちの通学先も変わったのかしら？ああ、事件の被害者である R さんも転校することになったぜ。全寮制の寄宿学校であるクイーンメリーズスクールに通うことになったんだ。突然母親の都合でイギリスでの生活を送ることになったけど、学校ではどんな様子だったの？ R さんは物静かな性格だったが、積極的に学校の行事に参加してすぐに学校に馴染んだぜ。さらに勤勉で成績が優秀だっただけではなく、アートの才能もあったそうだ。行事にも積極的に参加しているし、友人もいたのかしら？ああ、R さんにはたくさんの友人がいたぜ。1986年になると R さんは奨学金で名門校であるイコムアビースクールに進学するんだ。ちなみにイギリスの高校は学費が無償だが、私立の高校は年間で約187万円かかるぜ。へえ、日本の私立高校と同じくらいお金がかかるのね。高校に進学した R さんは英語やギリシャ語、ラテン語を学んだんだ。卒業後はまた奨学金を受けてケンブリッジ大学に進学したぜ。
ケンブリッジ大学って、世界でも有数の進学校じゃない。2023年の世界ランキングでは第3位だな。R さんは大学で言語学と古典を専攻したぜ。空き時間に絵を描いていたんだが、その絵は大学内で発行される雑誌に掲載されたぜ。すごいわね。私なら勉強だけで精一杯になりそうだわ。R さんは絵を描きながらも、トップクラスの成績を維持しているわけだからな。それじゃあ就職先も一流企業だったんじゃない？いや、大学卒業後は実家がある北ヨークシャーのナミングトンに戻ったぜ。あら、そうなの？姉のヨシカや弟のタカヒロはどうしていたのかしら？姉のヨシカはピアノが得意で、ロンドンの音楽学校ロイヤルカレッジオブミュージックに進学したぜ。ロイヤルカレッジオブミュージックは音楽学校の名門だ。ヨシカも優秀だったのね。ああ、だがヨシカも大学を卒業すると就職せずに実家に戻っているんだ。弟のタカヒロも、アンプルフォース大学の卒業後は実家に戻っているんだぜ。全員就職しなかったの？家計は大丈夫かしら？さらに母のミチコは1998年に夫と離婚するぜ。だが、帰国せずにイギリスでの生活を続けることにしたんだ。一家は離婚をきっかけに、ヘルムズリーのボンドゲート通りにあるこじんまりとした家に引っ越すぜ。ちなみにここは人口1500人ほどの小さい町ではあるが、市場町として長い歴史があるぜ。そんな小さな町で、日本人家族が暮らすのは大変そうだわ。ああ、霊夢の心配は的中することになるんだ。ヘルムズリーに引っ越した R さん一家は、徐々に社会との関わりを絶っていったぜ。町に馴染めなかったのか、馴染む気がなかったのかは不明だ。全員無職で社会から孤立するのはきついわね。でも社会との関わりを絶っても、R さんには友人がたくさんいたわよね。メールや電話で友人たちと連絡を取っていなかったのかしら？家にはパソコンはおろか、テレビも電話もなかったんだぜ。それじゃあ連絡を取るのは難しそうだわ。ああ、引っ越してきた頃から友人との連絡も絶っているぜ。一家が外に出るのは買い物をする時だけで、ほとんどの時間を家の中で過ごしているんだ。近所の人たちも、一家を見かけることは滅多になかったようだな。人と密に過ごすはずの田舎で、目撃情報がほぼないのはちょっと異常だわ。ちなみに、買い物など外に出る用事はヨシカとタカヒロが行っていたぜ。ミチコと R さんは外出することを特に控えていたんだ。隣人はタカヒロとヨシカを夫婦だと思って、二人で暮らしていると勘違いするほどだったぜ。隣人にそんな勘違いをされるほど、外に出なかったの？聞いているだけで息が詰まるわ。タカヒロとヨシカも買い物の際、他人と話さずに目を合わせることも避けていたそうだ。でも、さすがにスーパーでは店員と話すこともあったはずだわ。それが、スーパーでも黙っていたんだぜ。買い物リストが書かれたメモを店員に無言で渡して、買いたいものを伝えていたんだ。商品を店員に用意させて、それを後から受け取るという徹底ぶりだ。じゃあ、スーパーの店員も二人と話すことはなかったのね。ああ、一家は10年以上そんな生活を送っていたんだ。だが、2010年頃に R さんの精神が不安定になってしまうんだぜ。当然としか言えないわ。テレビすらない家に引きこもるなんて、誰でも心を病むわよ。R さんは感情の起伏が激しくなり、家族に暴力的な態度を取るようになったんだ。R さんは精神科医のカウンセリングを受けたんだが、症状が良くなることはなかったぜ。その生活を変えない限り、カウンセリングを受けても意味がないわ。そのうち高弘と吉川薬局に行き、エチルアルコールを購入するようになったぜ。何度もエチルアルコールを購入していく二人に、薬局のスタッフは不信感を抱くようになったんだ。その際一度だけ、R さんの名前が書かれた。ピンクのフォルダを持っていた高弘に対して、彼女のためにアルコールを使うのか、と尋ねると、高弘は無言でうなずいたそうだ。さすがに怪しすぎるわ。冒頭でも言った通り、スタッフは二人から異臭が漂うことも疑問に思っていたんだ。それが異臭だと気づいたスタッフが警察に通報して、事件が発覚したんだぜ。R さんの遺体を発見した警察だが、驚くほど遺体の状態は悪かったぜ。ミイラ化していたのよね。警察は法医学者を現場に呼んで、R さんの身に何が起きたのかを調べたぜ。さらに、3人を死体遺棄容疑で逮捕して警察署に連行するんだ。だが、3人から事情を聞くのは非常に困難だったぜ。イギリスでの生活は長くても英語で喋るのは苦手だったのかしら？いや、英語は喋れたぜ。ただ会話のキャッチボールができなくて、事情聴取が進まなかったんだ。困った警察は、日本語がネイティブな通訳を呼んで日本語で話を聞くことにしたぜ。だが通訳ですら、3人と会話を成立させることができなかったんだ。どうして母国語の日本語すら通じなかったの？3人が発する日本語は私たちが使っているような日本語ではなかったんだ。家族間のみで話すうちに、外部の人間には通じないものになっていたんだぜ。
それでも通訳は粘り強く会話を試みて、ついに一家から話を聞くことに成功するぜ。衝撃だが、三人はまだ R さんが生きていると信じきっていたんだ。吉川、彼女はまだ息をしていたし、体も温かかったです。脈もありました、と言ったんだぜ。刺繍を放ってミイラ化しているのに、それは無理があるわ。さらに、R さんがおかしくなった原因は、この家での生活じゃなかったんだ。そうなの。この生活以上にショッキングなことがあるなんて想像しづらいわ。食事を取らなくなったのは、2018年4月に、R さんのジップがなくなったのがきっかけだったんだ。最初は家族も R さんに食事を取らせようとしていたんだが、病院に連れて行くことはしなかったぜ。霊的なものを糧にしていると思い込んでいたからかしら？そのようだな。もちろん現実にそんな糧はなく、R さんは死亡してしまうんだ。三人は逮捕から数ヶ月経っても、R さんがまだ生きていると言い続けていたぜ。三人の目にはミイラ化した R さんが生きていた頃の R さんに見えていたのかしら。ちなみに R さんの自室からは、遺体が発見される6週間前まで、書いた日記が発見されている。痛ましいわ。三人の裁判の結果はどうだったのかしら？もちろん重罪になる可能性はあったぜ。だが、一家は長年社会から孤立していたせいで、コミュニケーション能力が低下していたんだ。精神状態も異常で責任能力がないと判断されたぜ。要は無罪になったということだ。捜査官の中には、変わった出来事ではあるものの、愛する家族を失ったことは、彼らにとって悲劇でありとても悲しいことだ。と三人に同情を寄せ、事件性がないことを強調する者もいたほどだ。私は家族に放置されて亡くなった R さんに同情するわ。その通りだな。しかし裁判で無罪となった三人は何事もなく家に戻っているんだ。こんな事件を起こしておいてよく戻れたわね。いくら無罪になったとはいえ、いたたまれなくて引っ越すくらいはしそうだわ。そうだな。だが一家は今もなお、その家に住んでいて、社会と関わりを断ちながら暮らしているぜ。R さんも吉川も大学を卒業して、そのまま就職していればこんなことにはならなかったんじゃないかしら？それに、どうして R さんがミイラ化しても、生きていると思い込んでいたかのも理解できないわ。一家の信仰と関係しているのではないかと言われているぜ。宗教の内容は不明だが、R さんは自ら即身仏になろうとしていたという説もあるんだ。即身仏って何なの？仏に代わって悩みや病の苦しみを救うために修行し、最後は肉体をミイラにして残すんだ。日本では昔から即身仏を本物の仏として崇める宗教が一部存在しているんだぜ。R さん一家はイギリスに移り住んでも、これを固く信じていた可能性があるんだ。それじゃ、またこの一家が同じことを繰り返す可能性があるわね。世界的にも珍しい事件だと思うわ。ちなみに、現代の日本でも自己啓発セミナーが遺体をミイラ化させる事件があったぜ。宗教じゃなくて自己啓発セミナーが即身仏を作り上げたの？そうだ。1999年にミイラ化した遺体が千葉県成田市内にあるホテルで見つかったんだ。事件の犯人は、ライフスペースという自己啓発セミナーの創設者、高橋浩二だ。高橋はインドのサイババの弟子を名乗っていたんだ。病人の頭を叩いてエネルギーを注入する、シャクティパッドで病を治せると言っていたぜ。この、シャクティパッドの参加費は、なんと500万円だ。サイババの弟子が起こした事件なの。しかも500万円って大金じゃない。いや、高橋が勝手にそう名乗っていただけでサイババは全く関係ないぜ。高橋はセミナー会員で、病気だった男性に対して、成田のホテルで治療を行ったんだ。だが、その男性は死亡してしまうぜ。しかし、男性は生きている、と言い張って、ミイラ化するまでシャクティパッドを続けたんだ。病院で適切な治療を受けるべき人からお金をむしり取って、頭を叩くなんてひどいわ。この事件では高橋を含めて11人が逮捕されたぜ。さらに学校に通えず共同生活をさせられていた児童9人を児童相談所が保護したんだ。こんな怪しいセミナーを信じて、子供を学校に通わせなかった親もいるのね。ああ、高橋は殺人罪で懲役7年の実刑判決が確定したんだが、信者は、ミイラは生きており警察の司法解剖によって死亡した、として冤罪を主張して、再審支援の会を名乗りながら活動を続けたんだ。2009年の高橋の出所後に、ライフスペースを批判した弁護士に民事訴訟や懲戒請求を行っているぜ。再審支援の会はまだ存続しているの？いや、2015年12月に高橋が死亡してからは休眠状態になっているぜ。だが完全に消えたわけではないんだ。高橋の妻が信者と一緒に、一般社団法人ネオビジョンアカデミーを設立して今も活動中だぜ。人が亡くなっているのに解散しないのね。他にも怪しい信仰宗教は多く存在しているから、みんなも気をつけてくれよな。6つ目、草加市女子中学生殺害事件。
1985年7月19日の昼過ぎ、埼玉県草加市内の残土置き場で、埼玉県八潮市に住む中学3年生の少女の遺体が見つかったぜ。現場周辺は田んぼの一角を残土で埋め立てた場所で、雑草が生い茂っており、街灯などの設置もなくて夜は暗く、昼間も人の通りが少ない場所だったんだ。あまり人が寄りつかない場所だったのね。ああ、被害者の少女は仰向けの状態で発見されており、スカートは腰まで上げられて、下着は膝のあたりまで下ろされた状態だったんだ。上半身は裸で、首には凶器とみられる、被害者のブラスリップが巻きつけられていたぜ。さらにスカートには AB 型の精液が付着しており、当初は強姦が疑われたんだぜ。当初はということは、強姦ではなかったの？被害者の性器から精液が検出されていないことや、性器の裂傷もなかったんだ。被害者に、事件前に性的な行為を行った痕跡は見られなかったぜ。そのため強姦ではないことは明らかとなっているんだ。スカートに精液が付着していたのに、乱暴された痕跡は残っていなかったの？ああ、そしてこの真相は未だに解明されていないんだ。それでも、15歳の女の子をそんな場所で殺害するなんてひどいわ。いや、遺体が発見された現場周辺には特に争った形跡がなく、被害者は別の場所で殺害されたと推測できる状況でもあったんだ。さらに現場検証では残土置き場の出入り口に、タイヤ痕と22もの足跡が見つかり、遺体が発見された残土置き場からは8つの足跡が見つかったぜ。犯人はすぐに逮捕されたの？ああ、その後の捜査で草加市に住む当時13歳から15歳の6人の少年が、容疑者として浮上し、5人が逮捕されて、1人が補導されたぜ。この6人が冤罪だったのね。どうして逮捕されたのかしら？それは一つの通報が原因だったんだ。草加署が捜査を開始する中で、一件の通報が入ったぜ。どんな通報だったの？草加署に、加害者の少年 C が被害者が殺害された日の午前0時頃に、八潮にある中央病院の近くを被害者が歩いているのを見たと、話していたのを聞いたという情報が寄せられたんだ。それを受けた警察は1985年7月23日、少年たちに、任意同行を求め、事情聴取を行うことにしたんだぜ。確かに、任意同行を求めるのには十分な情報のように思えるわね。ああ、警察がこの通報にどれだけ信憑性を置いていたのかはわからないが、少年たちの素行が悪かったことと、当時から一緒に犯罪行為を行っていた、少年 A の他に BCD 及び C の弟の E も怪しいとして事情聴取をすると、少年 ABC は犯行を自白し、その日のうちに逮捕されたぜ。素行が悪いって、どんなことをしていたのかしら？小学生の頃から家出や窃盗、シンナーの使用などで補導されていたんだ。さらに A は無免許運転などを行い、1984年には少年院に収監されていたぜ。日頃からそんなことをしていたのね。そして B は小学3年生の頃から、C は4年生頃から、バイクや車の窃盗を繰り返し、車上荒らしやシンナーの使用で、10回以上警察に補導されたことがあるんだ。事件が起きる少し前から家出をして、窃盗や車上荒らしで、稼いだお金を得て生活していたそうだ。怖すぎるわ。C の弟の E も一緒に犯罪行為を行っていたの？ああ、E は兄の C と一緒になって犯罪行為を繰り返し、事件の約1ヶ月前に自動車の窃盗で補導され、児童相談所に送られていたぜ。そして児童相談所を出て家に戻るとすぐに家出をし、C や C の友人たちと、再び窃盗行為などを行っていたんだ。反省の色が見えないし、恐ろしい連中ね。ああ、周囲の環境も悪かったんだろうな。今回はそういう前科がある連中の自白が逮捕のきっかけになったようだけど、彼らの供述内容が気になるわ。彼らは八潮中央病院の近くで被害者少女を見つけて車に乗せ、事件現場近くまで行き殺害した、とはっきり犯行を認めたんだ。ただ、C の弟の E は犯行を否認したぜ。じゃあ E の処遇はどうなったの？ E は看護措置となったぜ。看護措置って何なの？主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、処分を適切に決めるための心理検査や面接を行うことが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致して、一定期間収容することを指すぜ。なるほどね。一緒に任意同行された D は容疑を認めたのかしら？ D も自分が車を運転していたことについては自白したが、他の少年たちが被害者を殺害したとされている間、自分は車から出ていないので、他の仲間たちが少女を殺したかについては知らない、と、殺害に関与したことは否認したぜ。その供述は無理があるように思えるわ。警察もそう判断し、D も加担していたとみて逮捕したぜ。もう一人、逮捕された少年がいるわよね。ああ、少年 F は最後まで犯行を否認していたが、事件当時に逮捕された少年たちと一緒に行動していたことから、共犯の可能性があるとして最後に逮捕されたぜ。
3人が少女の殺害について自白しているのに、どうして冤罪事件だと言われているの？事件の物証となったのが、被害者のスカートの6箇所に付着した体液だ。被害者は A 型だったんだが、採取された体液は AB 型で、さらに被害者の胸には犯人のものだと思われる。唾液も付着していた他に、シャツの襟に1本の毛髪が残っていたんだ。これも、AB 型の人物のものだと判明したんだぜ。強姦されていないのに、胸に唾液が付着していたの？ああ、そのため強姦目的で被害者を襲ったが、途中で殺害に切り替えたのではないかと推測する声もあるんだ。確かに、それが自然なように思うわ。それで、犯人たちの中に AB 型の人間はいたの？5人の血液型は O 型、または B 型だったんだぜ。ええ？それじゃあ有罪判決の根拠は自白調書しかなかったの？だが検察は、被害者と加害者少年の血液が混ざり AB 型になった、と主張したぜ。そんなことあり得るの？理論的にはあり得るぜ。浦和家庭裁判所は、この物証を認めた上で処分を下したんだ。しかし、科学的根拠が全くなく、オカルト的だと検察側を非難する声も上がったぜ。体液が混ざって AB 型になることはあり得るんじゃないの？実は血液と、その他の体液では血液型の判定方法が違うんだ。この事件では2種類の試験が行われた結果、A 型と B 型の血液が混合して、AB 型と判定されることは理論的にあり得るとされたわけだぜ。聞く限り、かなり疑問点がある物証だったのね。ところで、被害者になった少女はどんな子だったのかしら？被害者になった少女は小学6年生の頃から家出を繰り返し、養護園に入っていたこともあるそうで、あまりそこは行くなかったようだな。事件当日の朝も、母親と喧嘩をして家を飛び出していたんだ。家出をするほどの大喧嘩をしたの？大喧嘩だったのかは分かっていないし、喧嘩の内容も不明だが、不幸にも家を飛び出した日に事件に巻き込まれてしまったんだ。母親も後悔しているでしょうね。実は母親が、その日の13時頃に、少女が街を歩いているところを目撃しているぜ。だが、母親は話しかけたり追いかけたりはしなかったそうだ。どうして接触しなかったのかしら？少女は何度も家出をしていたため、特に珍しいことではなかったんじゃないかと考えられているぜ。この時に母親が声をかけていれば、運命は変わっていたかもしれないわね。少女が目撃されたのはこれが最後だったのかしら？いや、事件当日の21時過ぎに友人の家を訪ねているぜ。何でも、止めてほしいと頼んできたそうだな。なのに0時過ぎに外にいたということは、泊まるのを断られたのかしら？深夜に自ら友人の家を出たのか、泊まるのを断られたのかは分かっていないぜ。何にしても、これが最後の目撃証言だ。最後の目撃証言は曖昧なのね。この事件の裁判の結果が気になるわ。裁判が行われる前、少年たちは急に自白を撤回して容疑を否認したんだ。でも、3人は当初罪を認めていたわよね？ああ、それがある日を境に、最後まで容疑を否認し続けたんだぜ。自白を強要されたのかしら？それで、肝心の裁判ではどう判断されたの？刑事裁判では、被害者と加害者の血液型が、混合したという主張が認められ、5人を少年院送致の保護処分、1人を児童相談所送致とする保護処分を下されたぜ。納得できなかった少年たちは、高等裁判所に不服を申し立てる抗告をしたが、1986年6月16日に棄却されているんだ。そして最高裁判所にも再抗告したが、1989年7月20日にそれも棄却されて刑が確定したぜ。容疑を否認したけど、検察側の主張が正しいとされたのね。ああ、こうして刑事裁判では少年院送致や児童相談所送致などの、有罪処分を下されたが、民事裁判では全く違う結果となり、世間を驚かせたんだ。そうなの？民事裁判についても教えてほしいわ。被害者遺族は数年後、保護処分を終えた少年たちとその親たちに対して、損害請求を求める民事訴訟を起こしたんだ。そして1993年の3月に行われた第一審では、少年5人が強姦殺人を犯したという事実は認められないとして、原告の請求を棄却し、少年と少年の親は無罪判決となったんだぜ。刑事裁判で有罪なのに民事裁判で無罪なんて、被害者遺族は納得できたの？いや、この事実上の無罪判決を不服とした被害者遺族は控訴し、その結果1994年11月30日に総額4500万円の損害賠償を認められたぜ。しかし今度は少年たちの親権者が上告し、最高裁は2002年2月に、自白の信用性を認めるという判断に誤りがあるとして、
被告の敗訴を破棄して高裁に差し戻したぜ。差し戻した結果はどうだったのかしら ?2002 年10月に加害者の体液が AB 型だったことを根拠として、少年5人の犯罪を裏付ける証拠がないとして、原告の請求を棄却したんだ。そしてもう一つ無罪判決の決め手になったのは自白の内容だ。犯人であれば必ず非公表の情報を持ち合わせているのにもかかわらず、彼らが自白した内容にはそういった暴露がなかったんだぜ。この二つが理由になって事実上の無罪判決になったのね。その通りだ。民事裁判で事実上の無罪判決が出たことにより、少年たちは刑事訴訟の再審請求を行い、判決取り消しを3回請求し、すべて棄却されているぜ。民事裁判で無罪判決が出たのに、刑事裁判の判決は変わらなかったの？ああ、理由は保護処分が終了しているからというものだったぜ。なんだか納得いかないわね。当時は保護処分が終了して少年院から釈放された場合、再審が行われることはなかったんだ。成人なら刑事裁判の再審請求ができるのにね。ああ、それが少年法には適用されていなかったんだ。少年法保護処分取り消し決定については、不服申し立てが許されないのが通説で、少年審判における再審は、実質的な一審制だったんだぜ。だから保護処分が終わって再審請求をしても、受理されなかったのね。今は少年法が改正されたことにより、保護処分が終了しても、保護処分の取り消しの請求はできるようになっているぜ。つまり一度保護処分の判決をされても、その後に無罪が確定すると、保護処分の取り消し請求を行い、無罪判決を勝ち取ることが可能になっているぜ。改善されてよかったわ。何歳だろうが冤罪は許されないわよ。でも、成人であっても再審請求はかなり難しいのよね。ああ、成人ですら日本の裁判所では再審請求が認められるのは、年に2件から3件で開かずの扉とも言われているくらい厳しいぜ。逮捕された少年たちは17年間、無罪を訴え続けてきたぜ。最終的に無罪と結論付けられたのは、彼らが30歳を超えた時だったんだ。17年も無罪を訴え続けるなんて、私なら心が折れそうだわ。そして二度と冤罪被害者を出さないために、彼らは会見も行ったぜ。しかも会見に臨んだ仲間は顔を公開し、3人は実名も公表したんだ。実名まで公表したの？勇気があるわね。だがこの草加事件から35年以上経ってから、罪を犯して逮捕された人物がいるんだ。確かに全員非行少年だったけど、この冤罪事件をきっかけに、更生したとばかり思っていたわ。しかも35年以上経ってから罪を犯すなんて、一体誰がどんな事件を起こしたの？2021年の12月11日、建設作業員の篠田圭一当時50歳が、酒気帯び運転容疑で埼玉県警草加署に現行犯逮捕されたんだ。この篠田こそが草加事件の冤罪被害者だったんだぜ。飲酒運転はすごく危険だわ。ああ、しかもそれだけではないんだ。八潮市内の路上を車で走っていた篠田は、前方の車の前に割り込んで、急停車させ、ドアを蹴って壊したんだぜ。さらに篠田は逃げようとした車を追いかけ、別の車に衝突したんだ。そして衝突された車の運転手の男性に暴行を加えて、頭に打撲などの怪我を負わせたんだ。これにより、翌年の1月6日に、器物破損と傷害の罪で再逮捕されたぜ。被害者の男性は怖かったでしょうね。ああ、写真を見る限り篠田は体格もいいし、被害者の恐怖は計り知れないぜ。篠田の父親はマスコミの取材に応じ、息子がどうしてあんなことをしたのかわからないんです。面会に行ってもなかなか会えず、弁護士は酒気帯び運転ですと言うばかりで、実際のところ何があったのかわからない。息子は何十年も車を運転していますが、こんなことは初めてですよと語ったぜ。面会に行ってもあまり会えないの？合わせる顔がなかったのかしら？それは篠田本人にしかわからないが、さらに篠田の父親は続けて、草加事件は30年以上前のことです。息子は真面目に仕事をしていて、これまでも過ごしてきた、あの事件と今回のことは何も関係がないと思いますと話したぜ。確かに草加事件では冤罪が認められたし、今回の事件とは関係がないけど、冤罪は間違いだったんじゃないかと疑う人が出てきてもおかしくないわ。その通りだな。草加事件の真犯人は今も捕まっていないんだ。長い時間をかけて勝ち取った冤罪を、怪しく思われるのは他の仲間も辛いだろうな。そうね、被害に遭われた方のためにも更生してほしいわ。7つ目、富山市ダム OL 殺人事件。ではまず、事件の概要を説明するぜ。この事件が起きたのはバブル絶頂期の1986年だ。11月18日午前11時30分頃、富山県富山市中谷に住む当時30歳の会社員、松井敦子さんの遺体が発見されたんだ。その場所がダムだったの？
ああ、富山市産の熊の県営古道ダムに全裸の状態で浮かんでいたんだ。通りがかりのドライバーが発見し、110番通報したぜ。昼間からダムに全裸遺体が浮かんでいるなんて、びっくりしたでしょうね。だろうな。警察が駆けつけたところ、松井さんはダムの取水口付近の水中に、上下逆さの状態で浮かんでいたんだ。逆立ちで浮かんでいるなんて、まるで、犬神家の一族、みたいだわ。遺体は白狼化し、足に20センチの大きさの石が重しとして、ナイロン製のロープでくくりつけてあったぜ。白狼化って、白色の日本狼のようになることだぜ。主に死体の状態について使われる言葉だな。死狼化、とも呼ばれ、死体が何らかの理由で、腐敗菌が繁殖せず、外気と長期間遮断された結果起こるんだ。具体的にはどうなるの？死体の内部の脂肪が変性して、全体が老人形のように真っ白になったり、チーズ状や石鹸状になったりするんだ。老人形だったり、チーズだったり、硬さはいろいろなのね。そうだ、白狼化は化学的組成も遺体ごとに異なるんだ。白狼化した死体は皮下組織や筋肉などが変化するものの、外側の形は保たれるため、永久死体とも呼ばれているぜ。古くは魔術の道具に用いられ、ろうそくの代用品や、様々な加護をもたらすお守りとして使用されていたこともあったんだ。姿形が変わらないまま死体が保存されるって、ミイラに似ているわね。ミイラ化と違い、白狼化は湿っていて、かつて低温の環境で起こる現象だ。白狼化は世界中で人工的にも作られているぜ。イタリアのカプチンフランシスコ修道会に安置されているロザリア・ロンバルドのミイラは、世界一美しいミイラ、として有名だ。水中でなくても白狼化は作り出せるの？そうだぜ。この例では、最初は1歳で亡くなったロザリアを悲しんだ。父親が依頼したんだ。手掛けたのは、遺体保存専門家のアルフレード・サラフィアだぜ。遺体保存専門家なんているのね。今もその技術は残っているのかしら？いや、アルフレードは秘密主義者で遺体保存方法は公開されていなかったぜ。ロザリアを美しい姿のままミイラ化した方法は長年謎に包まれ、神の奇跡と言われていたんだ。この方法が判明したのは、2009年のことだったぜ。アルフレードはホルマリンなどの薬品を使って白狼化させていたんだ。手足だけでなく、臓器や髪の毛までも当時のまま綺麗に保存されているんだ。確かにそれだけ綺麗にミイラ化していたら、魔術や奇跡だと思ってしまうのも頷けるわね。でも、松井さんの場合は人為的ではないのよね。松井さんの死体は水中に長い間あったことで空気に触れることなく、かつて低温の状態で保たれていたため白狼化したと思われるぜ。だから水死体なのに腐敗せず、身元の確認ができたのね。水死体はすぐに腐乱してしまうイメージがあったけど、そのまま残されていたのは犯人にとっても誤算だったかもしれないわ。その通りだ。両足の重りの他に首にビニール紐が巻きついていたことから、警察は殺人死体遺棄事件と断定し、捜査を開始したんだぜ。確かにその状況なら自殺とは考えにくいわね。首にビニール紐ってことは、松井さんは溺死ではなく、窒息死だったのかしら？ああ、司法解剖の結果、松井さんの死因は、首を絞められたことによる窒息死と判明したぜ。松井さんは発見の約7ヶ月前の4月25日の夕方頃、緑の自転車に乗って自宅から出たのを最後に行方不明になっていたんだ。7ヶ月も前から行方不明だったの。松井さんは長い間誰にも見つからずにダムの中に、沈んでいたということかしら？その可能性は高いぜ。警察は交友関係を中心に捜査を進めていたが、成果は上がらなかったぜ。犯人の手がかりは愚か、松井さんの自転車すら発見できなかったんだ。そしてついに、2001年4月25日に時効が成立してしまうぜ。もう犯人を捜査することはなくなるのね。他殺であることもわかっているのに犯人が見つからないのは悔しいわ。この事件で判明しているのは他殺であることと、死体の身元を隠蔽しようとしたことぐらいなんだ。逆に言うと、それ以外はほとんど判明していないぜ。失踪後の松井さんの足取りも、恨みを買うことがあったのかもわからなかったんだ。松井さんはごく普通の会社員だったのよね。強盗に襲われた可能性はないかしら？女性の一人暮らしを狙った強盗が多いって話を聞くわ。松井さんの遺体が全裸だったのが問題だぜ。この状態では、所持品から何が持ち去られたのかもわからないんだ。遺体やその周辺に遺留品も残っていないぜ。だから、強盗殺人と断定することもできないんだ。身につけているものがないから、盗まれたかどうかすらわからないのね。狙ってるとしたら、犯人は相当容易周到だわ。強盗でも怨恨でもないなら、通り魔にたまたま狙われて、襲われたということは考えられないかしら？その可能性もあるが、いずれも断定することはできないぜ。どうして？この事件最大の難点は遺体が長い間水中にいたため、
生前の痕跡がほとんど残っていないことだぜ。被害者は抵抗を試みたのか、死ぬ直前に何を食べたのか、毒は盛られていなかったかなど、一切が不明なんだ。水死体だったことでこれらの情報すらつかめなかったことが、未解決事件になった要因と言われているぜ。ダムに浮かんでる時に見つからなかったのが不思議だわ。ダムの職員とかが気づきそうなものだけど、人が滅多に寄りつかないような場所だったのかしら？じゃあ次は遺体が発見されたフルドーダムについて話すぜ。フルドーダムは呉羽丘陵から、射水市、富山市府中町に渡る山裾の水田、畑、果樹園で利用される農業用水を貯めておくためのダムなんだ。野鳥探索の場としても有名で、周囲は、県民公園野鳥の園、に指定されており、自然豊かな環境の中に建てられているぜ。野鳥が来るほど自然豊かなところにあるなら、あまり人目につかないくらい森の中にあるんじゃないかしら？いや、確かに自然豊かだがダムの周りは整備されているぜ。ダム湖を周遊する遊歩道が完備されていたり、野鳥を見るための野鳥園があって時々探鳥会が開催されているんだ。じゃあ人の出入りが全くないというわけではないのね。ダムの広さはどのくらいなのかしら？ダム池の面積は32ヘクタールで東京ドームの約25倍。高さは32メートルあってこれは10階建てのビルの高さに相当するんだ。ダムに貯められる水の量は350万立方メートルあり、これは1年間に約2万4000人もの人が使用できる量だぜ。結構大きなダムなのね。もともとダムの周りの呉羽丘陵地は山地や池が多いため、農業に適した土地ではなかったぜ。しかし住民の努力によって山林を畑にし、畑は水田に変化してきたんだ。古道池は高い山に囲まれて南北に長い形をしていて、そのおかげで貯水量が多かったんだぜ。そんなに豊かな池があるのに、ダムを作る必要があるの？古道池は何度か堤防の決壊で大洪水が起き、甚大な被害が出ていたんだ。それに、降水量が少なくため池と渓流に水源を依存していると、常に用水不足に悩まされていたぜ。だから、昭和45年に呉羽丘陵地一帯の用水確保のために大型ダムを建設したんだ。ダムの設立によって水源枯渇の心配がなくなり、収益性の高い野菜栽培など安定した農業経営が可能になったんだ。フルドーダムは農業をする人にとって、なくてはならないダムなのね。そうだ、しかしフルドーダムは昔から曰く付きな場所なんだ。過去には自殺者が多く心霊スポットとして話題になったこともあるぜ。え、そうなの。ああ、ダムが完成した当時は自殺者が相次いだらしく、水面に生首が浮かんでいるなどの心霊情報も報告されているんだ。せっかく用水地として役立っているダムなのにそんな噂があるのね。犯人も自殺者が多いダムに沈めることで、自殺に見せかけようとしたのかしら？重しや首のビニール紐からして、自殺に見せかけようとはしてないと思うぜ。確かにそうだわ。松井さんの事件が未解決になったことで、さらに曰く付きのスポットになっていそうね。輪をかけてそうなっているだろうな。フルドーダムは広大な敷地ゆえに人の密度が低く、人目につかず遺体を沈めることも十分可能なんだ。この環境が、自殺者の多さと曰くに繋がったんだと思うぜ。でも松井さんは考察による窒息死だったのよね。他の場所で殺されてからダムに沈められたなら、山奥のダムに遺体を運ぶのは大変だったんじゃないかしら？フルドーダムは富山西 IC から車で約10分ほどの位置にあるため、比較的アクセスしやすい場所なんだ。そのため、犯行にも車が使われたと思われているぜ。車で遺体を運んでいたなら、途中で他の人に見つかる可能性も低いし、痕跡を残すこともないわね。未解決事件になる要素はたくさんあったということだな。このように謎の多い事件だが、ネットの掲示板にある噂が書かれていたんだぜ。噂って？松井さんは不倫をしていて、その末に殺されてしまった、というものだ。急展開ね、いきなりどこからそんな情報が出てきたの？これは爆祭という掲示板に書き込まれた情報だ。爆祭って2ちゃんみたいなもの？ああ、匿名で自由に書き込める点では2ちゃんに近いぜ。だが爆祭の一番の特徴は、地域に密着した掲示板ということなんだ。2ちゃんならオカルト、ニュース速報などカテゴリ別だが、爆祭は都道府県別で、その中でも市町村限定の掲示板があるんだ。より限定的な情報がたくさん書き込まれるんだぜ。なるほど、よりローカルな情報を交換できる掲示板なのね。その通り、そして2018年7月28日に富山市雑談版で、フルドーダム殺人死体遺棄事件の真相を明かす、というスレッドが立てられたんだ。2018年なら結構最近なのね。どんな内容なのか気になるわ。書き込みによると、松井さんは当時高春町にあった、グリーンプラザの中の店舗に自転車通勤で通っていたそうだ。警察は被害者の交友関係者を中心に捜査を行っていたが難航していたぜ。
ここまでは警察の情報と一致するわね。通勤していた場所が詳しく書かれているあたり、ローカルな掲示板という感じがするわ。数ヶ月が経過し、町村在住の A が浮上してきたぜ。捜査員が近所に聞き込みに行くと、A は3日前に葬式を挙げられていたそうだ。つまり A は自殺し葬式も終わった後で、警察は被疑者死亡として捜査を終了したという話だ。随分と詳細な情報ね。不倫ということは A が既婚者だったということなの？ああ、掲示板には、妻子持ちとの不倫が全裸の考察死体となって、古道ダム湖に浮かぶことになった、と書かれているんだ。もし本当なら動機もしっかりしているし、納得いくわね。でも被疑者死亡なら2001年に時効成立する前に警察がそう発表するはずだわ。警察が事件を隠蔽する理由がわからないわ。A が犯人かつ被疑者死亡で捜査終了していたなら、警察はそう発表するだろうな。しかし日本の警察は過去にも警察関係者の犯罪を隠蔽していた過去があるんだ。警察が犯人を隠していることなんてあるの？ああ、特に警察官が犯人の場合は組織ぐるみで情報をもみ消すんだ。1999年に神奈川県警の警察官が覚醒剤を使用した事件が起きたが、警察本部長が握りつぶすなど組織犯罪が発生しているぜ。これは戦後最悪の警察不祥事と言われているんだ。警察が犯人を隠蔽するなんてそんなの信用に関わるじゃない。どうしてそんなことしてしまうのかしら？警察官は、市民の模範になるような行動を求められる職業だ。警官が覚醒剤使用で逮捕なんてそれこそメンツに関わる大問題になるぜ。そのため、上司が保身のためにもみ消すことは少なくないんだ。なんだか警察に対するイメージが変わりそうだわ。警察といえども人間だ。全員が正義感あふれる善人とは限らないぜ。もし A が警察関係者だったのなら、不倫した挙句に殺人で捕まるなんて、格好のスキャンダルになってしまうため、組織的に隠蔽したとしてもおかしくないんだ。本当にそうなら警察の闇に松井さんが巻き込まれてしまったということなの。残された遺族はやりきれないし、とても悔しい思いをしていると思うわ。まあネットの掲示板での情報は不確かなものがほとんどだ。未解決事件にはいろんな噂やガセ情報が出回るのは仕方ないことなんだぜ。これは陰謀論の一つとして捉えておいてほしいな。わかったわ。八つ目、山本病院事件。この事件は1997年に開業、2007年に法人化した、奈良県大和郡山市の医療法人雄山会山本病院で起こったんだ。山本病院は病床数80床の一般病院で、いくつかの診療科があって、元院長の山本文夫は医師と理事長を兼任してたんだぜ。こう聞く限り普通の病院って感じね。そうだな、ちなみに、この病院は高炉病院にもなってたぜ。高炉病院何それ？ホームレスを連れてきて、診療を受けさせる病院のことだぜ。高炉病院は、山本病院以外にも全国にあるみたいだな。そういう病院があるんだ、知らなかったわ。だけど、ホームレスの人ってお金ないんじゃない？治療費はどうしてるの？ホームレスの人を生活保護受給者にすることで、医療費は全額国のお金で支払わせるようにしてたんだ。そうすることで、診療する医師が得するって方法だったみたいだな。生活保護受給者になったら、患者さんはお金を払わなくていいのね。健康面に心配な人もいるだろうし、無料で病院に行けるのは嬉しいわよね。そうだと思うぜ。山本病院事件はこの方法で診療報酬を稼ぐために、不要な治療や検査を繰り返して不正請求をしたり、不適切な手術と処置で、患者を死亡させたっていう内容なんだ。なんて悪質なのかしら。不要な治療や検査の不正請求って、どれくらいのものだったの？生活保護受給者に対して心臓カテーテル手術を行ったって嘘をついて、2005年から2007年の間に、患者8人分の診療報酬を請求していたんだぜ。8人、手術って金額高いだろうし、とんでもない金額になってるんじゃない？少なくても、約835万円って言われてるぜ。そんなにとんでもないのね。患者さんも医療知識がないから、そもそも本当に手術が必要か、実際に手術したのかなんてわからないわよね。そうなんだよな。さっき、不適切な手術と処置って言ってたけど、手術をした医師は手術内容をちゃんと知らなかったの？もちろん、知ってたぜ。知ってたんだ。手術をした人って、元院長の山本文夫だけ？いや、山本文夫と、助手として、元病院医局長の塚本康彦がいたから二人だな。他の看護師とかは、何人いたの？普通は、7、8人の医療スタッフと、医師が最低でも3人は必要なレベルの手術だったんだけど、看護師も2人しかいなくて、合計4人で手術をしていたんだ。それに加えて、患者の血圧や脈拍、人工呼吸器とかをチェックする麻酔すらいなかったんだぜ。こんな手術環境最悪だわ。そもそも、
肝臓を切除する手術は、症例を積んだ執刀医にしかできないものなんだぜ。二人の医師は、経験はあったの？山本文夫は、肝臓癌手術に立ち会った経験がわずかにあるだけ、塚本康彦も、助手の経験しかなかったな。そんなの、症例を積んだって言わないわ。そう、しかも、山本文夫の専門は心臓血管外科で、塚本康彦は循環器内科なんだ。二人とも全くの専門外の、肝臓癌手術を強行したってことになるぜ。専門外の手術なんて、ほぼ知識がないって言ってもいいじゃない。一緒に手術をしていた他の看護師は、何も言わなかったの？看護師は二人とも心配になって、声をかけてるぜ。一人は手術前に、輸血が必要であることを山本文夫に言うんだけど、そんなんいらんって断られてるぜ。もう一人は、肝臓手術の経験がない山本文夫のことが心配になって、肝臓の専門医は来ないのか聞いたんだ。そしたら、自分たちだけでできるから、呼ばないって。なんか、子供が意地張ってるみたいね。しかも、手術中に間違えて、冠静脈という部分を激しく傷つけてしまっていて、出血がかなりひどかったんだ、そんな状況でも大丈夫やろって言って、看護師の言葉に耳を貸さずに、大量出血で意識を失った患者の心臓マッサージを、看護師に任せきりにしてたんだぜ。その後はどうなったの？山本文夫は傷口を縫合してすぐ、行くところがあるって出て行ったんだぜ。どこに行ったの？酒を飲みに行ったんだぜ。出て行ってからも出血が止まらずに容態が悪化したから、看護師が山本文夫に連絡するんだけど、繋がらなかったんだ。塚本康彦と他の看護師でどうにかしようとするんだけど、結局どうにもならずに、心肺停止状態になって死亡してしまったぜ。ちゃんと出血が止まったか確認もせずに出て行って、しかもお酒を飲みに行くなんて、本当にありえないわ。本当だよな。肝臓癌手術は回復手術って言って、お腹を縦に切る方法が一般的なんだけど、この手術中は胸の下を横に切る開胸手術をするために、外部から機械をレンタルしてるぜ。なんで、一般的な手術方法じゃない開胸手術にしたのかしら？レンタルした機械が最先端機器で、血管を痛めずに出血を抑えられる、メリットがあるらしいぜ。そのメリット何も活かせてないじゃない。山本文夫と塚本康彦は、この最先端機器の使用方法をちゃんと分かってなかったんだ。一般的ではない手術方法で手術するんだから、機械の使い方くらいマスターしておいてほしかったわ。確かに、それくらいはしておいてほしかったな。ちなみに、こういう事態になった時って、本来なら医師法に基づいて異常死の届けを警察に出さないといけないんだぜ。もしかして、それも出してなかったりする？そうだぜ。山本文夫と塚本康彦は、患者の死因を急性心筋梗塞って嘘をついて、警察にも届けを出さなかったんだぜ。嘘を貫いていたのね。そもそも、この患者さんはなんで、この手術を受けることになったの？山本文夫が、儲かるから、肝臓癌ということにして手術をしようって塚本康彦に言ったんだぜ。は？塚本康彦は逆らえなくて、事前の検査で見つかった腫瘍が悪性ではないって判断されていたにもかかわらず、患者に対して悪性の肝臓癌って伝えて手術をすることになったんだ。全く必要のない手術を金儲けのためにするなんて、醜い欲望のために亡くなった患者さんの遺族は、とっても辛かったでしょうね。そうだと思うぜ。ただ、この山本病院では、この患者の命が奪われる5年前、2004年の時点で、醜い欲望に奪われた別の命があったんだぜ。まだこんな事件があるのね。別の命っていうのは、山本病院に入院していた患者さんではないぜ。どういうこと？山本病院で、看護師として働いていた女性だったんだ。なんで看護師さんが、手術を受けることになったの？この女性看護師は、軽度の狭心症だったからか手術を勧められたんだ。だけど、この病院で手術を受けたくないって思って一度はその手術を断ったぜ。それでも、結局は手術を受けてるのよね？そうだぜ。病院側が、半強制的な感じで心臓カテーテル手術を受けさせて、手術が終わって数日後に亡くなってしまったんだぜ。患者さんだけじゃなく、看護師さんにまで、ひどすぎるわ。こんなことがあった病院は、もう使われていないはずよね？山本文夫と塚本康彦は、どうなったの？山本病院は現在廃院になっていて、2009年の12月から医療法人も破産手続きを開始してるぜ。廃院になってくれていて、安心したわ。行く人はいないかもしれないけど、もし今でも患者さんを診察してるって考えると、ゾッとするもの。そりゃあそうだよな。山本文夫に関しては、懲役2年6ヶ月の実刑判決が出されてるぜ。ただ、塚本康彦に関しては不起訴処分になってるぜ。なんで逆らえなかったって言っても、
患者さんに嘘の診断をして手術をしていたじゃない。塚本康彦は、勾留中に亡くなってるからだぜ。頭が追いつかないわ。塚本康彦は奈良県警に勾留されていたんだけど、取り調べ中に急死したんだ。奈良県警の方は、死因は急性心筋梗塞としてるけど、取り調べ中に暴行があったんじゃないかって言われてるんだぜ。取り調べ中の暴行、警察は犯罪者に対して、何でもしていいの？そんなわけないぜ。ただ、警察の暴行による死亡事件は過去にも起こっているし、遺体の様子から見て暴行があったんじゃないかって言われているんだ。遺体はどんな状態だったの？右足の膝から足首にかけて皮膚が赤黒く変色していたり、頭、胸、腕にも損傷があったみたいだぜ。自白させるためにってことかしらね。そうかもな。塚本康彦は亡くなる1日前に急性腎不全って診断されて、治療を受けていたんだ。殴られたり蹴られたりで、腎不全とかの多臓器不全を起こしてしまった可能性があるって話だぜ。真実はわからないけど、もし警察がそんなことをしてたら、その人たちのせいで亡くなっていった。患者さんや看護師さんもとてもかわいそうね。ご冥福をお祈りするぜ。9つ目、高知県ガソリン焼殺事件。さて、まずは夫を殺害した犯人である、高橋智美の生い立ちから説明していくぜ。わかったわ、よろしくお願いね。高橋智美は、愛媛県松山市で生まれたぜ。小さな頃から目鼻立ちがはっきりしており、美少女として有名だったんだ。いやー、生粋の美人って、子供の頃から顔が整っているって本当なのね。近所からも可愛らしい子として認識されていたみたいだしな。成長したら一体どんな美人になるのかしらね。家族も楽しみにしながら大事に育てていたんじゃない？いや、それがそうとも言えないんだ。え、少なくとも親は娘のことを大切に思っていたんじゃないの？いや、ともみの母親は恐ろしい人物だったんだ。幼い娘に対して、容赦なく手を挙げていたんだぜ。母親が子供を虐待していたってこと？ああ、彼女は母親からの暴力に耐えながら生活していたんだ。すごく大変な家庭で育ったのね。娘を虐待する母親がいるなんて信じられないぜ。周囲に止める人がいなかったっていうのも驚愕だよな。誰か児童相談所に連絡を入れたりしなかったの？それはなかったようだな。他人の家の事情に、口を出すのはやめた方がいいって風潮もあったからな。だからって、子供が親から暴力を受け続ける環境はおかしいわよ。昔は子供を厳しくしつけるべきと、考える大人が多かったんだ。今と比べると、体罰も当たり前のように行われていたんだぜ。虐待としつけの差が曖昧だったってこと？そうだな。ともみは誰にも助けてもらえず、ひたすら我慢するしかなかったんだ。私なら耐えきれずに家を出ちゃいそうだわ。帰ったらまた痛い思いをしなくちゃいけないもんな。だが、家出をしても、未成年のうちは保護されて自宅へ返されてしまうぜ。そうなると、逃げ場がないわね。学校生活も荒れてしまうんじゃない？いや、家庭環境は荒れていたものの、ともみは小中学校にしっかり通ったぜ。あら、学校にはちゃんと行っていたんだ。家には居場所がなかったし、学校の方がマシだったのかもな。殴られることもないし、安全だもんね。その後は高校に進学するんだが、ともみは途中で退学してしまうんだ。自由な時間ができたともみは、アルバイトをしようと決意するぜ。学校に行ってないなら時間はあり余ってるもんね。だらだら過ごしていてももったいないし、アルバイトをするのは良い案だと思うわ。いつまでもフラフラしていたら、家族からも白い目で見られるからな。うんうん。ともみはたまたま見つけたゲーム店のアルバイトに応募したんだ。そこで店長をしていたのが、後に夫となる高橋誠さんだったんだぜ。二人はそこで出会ったのね。ああ、そして二人は恋仲になったんだ。親の愛情に飢えていたともみには、10歳年上の誠さんは魅力的に見えたんだろうな。かなり年の差があったのね。パッと見だと親子に勘違いされそうじゃない？かもな。ともみは、守ってくれる父親のような大人の男性に、憧れを持っていたのかもな。若くて美人なともみに、誠さんの方も惹かれていったんでしょうね。交際してしばらくすると、二人は同棲生活を始めたぜ。やっとすさんだ実家から抜け出せて、ともみは嬉しかったんじゃない？そうだと思うぜ。さらに誠さんは、高知県で自分の店を持とうと計画を立てていたんだ。ってことは、独立するってこと？ああ、うまくいけば収入が増える算段だな。ともみにも楽させてやれると考えたのかもしれないぜ。雇われ店長よりは稼げそうね。でも、もしうまくいかなかったらって思ったら不安だわ。ともみはどう反応したの？誠さんはともみにも独立の話をしたぜ。彼女は、その提案に賛成して後押しをしたようだ。応援してもらえて、誠さんも独立の自信がついたんじゃないかしら？地元を離れることになっても、ともみはついていく意思を見せたそうだ。彼女は一緒に行きたかったのね。
そして二人は高知県へと移り住み、ゲームを取り扱う専門店を無事に開いたんだ。よかったじゃない。そしてともみとまことさんは、ロサンゼルスで結婚式も挙げたんだ。海外で結婚式をするなんて羽振りがいいわね。せっかくの結婚だから、派手にしたかったんだろうな。ウェディングドレスもわざわざ購入したんだぜ。でもウェディングドレスって、頻繁に着るものじゃないわよね。ほとんどの人がレンタルするものだと思っていたわ。自分たちの思い出として、手元に残しておきたかったのかもな。それにしたって贅沢な話よね。誠さんは自分の店が軌道に乗ると信じていたんだろうな。結婚式でお金を使い果たしても、大丈夫だと思っていた可能性があるぜ。ゲームってそんなに儲かるの？開店した当初は近隣にゲームを扱う店が少なかったんだ。だから、お客さんを全て独占できたんだぜ。じゃあもう入れ食い状態ってわけね。それなら安心だわ。ただ、その状態は長く続かなかったんだ。次第に周辺には同じようなゲーム店が増えていってな。お客さんがそっちに流れてしまい、経営が傾き出したんだぜ。それは焦るわね。店の売り上げだけでは赤字になって、ともみはパートへ出るようになったんだ。結婚式を挙げた頃からは、考えられない生活になっちゃったのね。より高い時給で働くために、ともみは水商売で仕事もしていたんだぜ。彼女は美人だし、常連さんもたくさん来てくれそうだわ。年配の男性受けも良さそうだよな。しかし誠さんの店は、経営が本格的に苦しくなり、閉店してしまったんだ。仕事がなくなっちゃったのね。なんとか生活の足しにしようと、誠さんは株取引も始めたそうだ。だが、それもうまくいかずに終わったんだぜ。どこかへ働きに出たりはしなかったの？ああ、働いていなかったみたいだな。金銭的に困窮した夫婦は、生活保護を受けるようになったんだ。どんどん落ちぶれていくわね。外では仲の良い夫婦として振る舞っていたそうだぜ。だが、家の中ではしょっちゅう激しい夫婦喧嘩をしていたんだ。働かない夫に対して、ともみも不満が募っていたのかしら？そうだな。物が壊れるような音が響き、近所の人は迷惑していたと語っていたそうだ。他人が迷惑に思うほど、頻繁に喧嘩をしていたのね。そんな夫婦が近所に引っ越してきたら、たまったもんじゃないよな。よそでやってほしいわ。近所には、うるさくてノイローゼになった人もいるんだ。お騒がせ夫婦として近所でも有名だったんでしょうね。家庭内では DV もあったからな。誠さんがともみに DV をしていたの？お互いに、言葉で罵ったり、暴力で相手に危害を加えたりしていたんだ。まさに泥沼だわ。それでも夫婦の間には、8歳と1歳の幼い息子がいたんだぜ。仲が悪いのに子供がいるってのも不思議な話よね。大喧嘩になるほど揉める日もあれば、仲良く過ごす日もあるんじゃないか？ずっと仲良くしてればいいのにね。子供たちもかわいそうだわ。子供だって家庭内 DV を目にしているはずだからな。子供に見せるもんじゃないと思うわ。ともみは幼少期に母親から暴力を受けていたからな。子供に見せることが悪影響になるって発想がなかったのかもしれないぜ。彼女の中では当たり前の光景となっていたのね。私は警察に連絡した方がいいと思うわ。夫へアピールするために、警察にわざと相談したって話もあるぜ。わざとって、本気じゃなかったってこと？ああ、子供と一緒に行ったのは支援センターに保護されたそうだ。だが、一週間も経たないうちに親子で家に帰ってるぜ。なんでわざわざそんなことをするのか、理解できないわ。彼女は誠さんが他の女と浮気していると考えていたんだ。自分がいなくなれば夫の気を引けると思っていたそうだな。喧嘩ばっかするくせに、浮気は許せないのね。それとこれとは話が違うんだろうな。私にはよくわからない感情だわ。一種の依存状態になっているんだと思うぜ。相手のことを攻撃しつつ、離れるわけにもいかない状況だ。そんなことを繰り返していると、お互い疲弊していきそうだわ。ああ、誠さんはすでに飽き飽きしており。別れて、他の女性と結婚したい、とともみに話したんだ。限界を超えてしまったのね。それでも言い合いは連日続いたぜ。そして、暴力はさらにエスカレートしていくんだ。頭に血が昇った誠さんが、喧嘩の最中に凶器を持ち出すようになったんだぜ。怖すぎるわ。いつ刺されてもおかしくないってことじゃないの。別の女との結婚を考える夫への恨みと、殺されかねない恐怖、ともみは恐怖と恨みに支配されたんだろうな。なんだかやばい予感がするわ。追い詰められた彼女は、殺される前に、殺してやる、と決め、夫を殺害するためガソリンを用意したんだぜ。2011年6月7日の真夜中に事件は起きたぜ。キッチンで眠る誠さんに、ともみは手にガソリンを持ってそっと忍び寄ったんだ。まさか、寝ている夫にかけるんじゃないでしょうね。そのまさかだぜ。無防備な誠さんにガソリンをぶちまけ、火をつけたんだ。生きたまま人間を燃やすなんて恐ろしすぎるわ。というか、ガソリンなんて撒いたら、
すごい勢いで燃えないかしら？ああ、炎は周囲にも燃え広がっていったぜ。ともみは慌てて子供たち二人を抱きかかえて、家から脱出したんだ。子供たちは無事だったの？ああ、次男は顔などに火傷を負ってしまったが、命に別状はなかったぜ。かわいそうに。騒ぎを聞きつけて集まった人々に、ともみは、夫が無理心中をしようとした、と叫んで、自分は無実であることを主張したんだ。よくもまあ、そんな堂々と嘘がつけるわね。火をつけたのも夫だ、と言って、被害者であることをアピールしていたみたいだぜ。夫を殺害したことを必死に隠そうとしたんでしょうね。悪質すぎて吐き気がしてくるわ。旗から見ると、恐ろしい夫から逃げてきた妻という図に見えるからな。それに、子供を守ったという風にも見えるんだ。とんでもない作詞ね。というか、火事はどうなったの？ガソリンを撒いたことによって、部屋からは炎が上がっていたぜ。誠さんの遺体ごと、部屋はすべて燃え尽きてしまったんだ。え、なら殺害されたって証拠もなくなっちゃったんじゃない？いや、警察は妻の不審な行動に気づいていたんだ。不審って？事情聴取でともみは、キッチンにいる夫が火を持っていたので、子供を連れて逃げた、という風に証言していたぜ。ふむふむ。しかし、現場はガソリンを使った形跡などもあり、矛盾点が多かったんだ。明らかに嘘をついているって警察は見抜いたのね。ああ、そうだぜ。本当に夫が放火したのか？と警察に詰め寄られたともみは、隠し通すこともできず、犯行を自白したんだ。本人は騙せると思ったんでしょうけど、そんなに甘くはなかったってことね。彼女は自白後、殺害の動機として、日頃から夫の DV に悩まされており、彼から逃げて子供と暮らしたかった、といったことを語っていたぜ。夫を悪者にしたい感じがして腑に落ちないわ。DV を受けたと言いつつ、彼女も夫に対して言葉で責め立てていたからな。さすがに虫が良すぎると思うぜ。どこまでも自分の保身を考えているのね。誠さんも共にに苦痛を与えていたのは事実だ。だが、それを理由に小殺するってのは驚きだぜ。もっと穏便に仲直りできなかったのかしら？それができたら何年も近所迷惑な夫婦喧嘩をしていないぜ。事件後に行われた裁判で、ともみは誠さんの遺族に土下座をしているぜ。土下座か。そんなことをされても遺族は納得できない気がするわ。誠意を見せたのかもしれないが、遺族がどう感じたのかはわからないぜ。ちなみに彼女は裁判の時、どんな姿だったの？逮捕されて憔悴しきっていたのかしら？この時の彼女は大幅に体重が増え、白髪混じりのメガネ姿だったそうだ。かつて美人と呼ばれた容姿とは、かけ離れた姿になっていたんだぜ。意外だわ、ストレスで激変しちゃったってことなのかしら？そうだな。彼女は逮捕後の診断で、妄想性パーソナリティ障害と診断されたぜ。精神的なストレスで見た目も変わってしまったんだろうな。夫と喧嘩なんてせずに和解して、穏やかに暮らしていればよかったのにね。もしくは気が合わないなら早々に離れるべきだったな。ずるずると一緒にいたせいで、最悪の結果になってしまったぜ。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。妻が寝ている夫を絞殺するという驚きの事件だったが、霊夢はどんな風に思った？最初は夫の DV がひどすぎたせいかと思ったわ。実際は犯人の妻もヤバい人物だってことが分かって、恐ろしくなっちゃったわね。そうだな。理由があるにしても、ともみの犯行は異常だぜ。相手を愛していたからこそ、恨みが深かったのかしら？夫に対する愛情と憎しみでいっぱいになっていたんだろうな。愛と憎しみは紙一重って、よく言うもんね。他のことが考えられないくらい、精神的におかしくなっていたんだろうな。ともみは一旦落ち着いて、自分を客観的に見るべきだったわね。その通りだな。もし火が他の家にも燃え移っていたらって考えると、背筋が凍ってしまうぜ。そうね、命を落とした人がもっといたかもしれないわ。すぐに消火活動が行われたのが不幸中の幸いだ。放火の罪を誠さんに被せようとした点も胸クソが悪いわね。嘘をついて周囲を騙そうとしていたからな。被害者を犯人扱いするって、最悪よね。それに、子供にもとんでもない悪影響だわ。実は、長男だけが事前に母親の犯行に気づいていたぜ。長男は、これからパパを殺すのかと尋ねていたんだぜ。子供は鋭いわね。ともみはその場で長男をなだめて寝かしつけたそうだ。その直後に犯行に及んだんだぜ。子供のためにも、なんとか思いとどまってほしかったわ。そんなことを気にしている余裕がなかったんだろうな。それほど、夫に対する殺意が高かったんだと推測できるぜ。10個目、メキシコ学生集団失踪事件。事件が発生したのは2014年、メキシコのイグアラシという場所。アヨチパナ師範学校の学生たちは政府へのデモ抗議を行うため、バスに乗って首都のメキシコシティに向かっていたんだ。
学生がデモに参加するなんて日本じゃあんまり見ない光景ね。外国ではよくある話なんだぜ。実際、アヨチパナシハン学校の学生は過去にもデモ抗議を行って、警察と衝突していたことがあるくらいだからな。国が違うと随分状況が変わってくるのね。学生たちを乗せたバスが進んでいく中で事件は突然起こった。何があったの？バスの進路に警察車両が立ち塞がったんだ。さらに警察は停車したバスに向かって発砲し始めたんだ。え、急に撃ってきたの？ああそうだ。確かに学生たちが乗っていたバスはデモ活動のために、ジャックされていたとも考えられていたからな。いや、仮にそうだったとしてもいきなり発砲はヤバすぎるでしょ。そうだな。警察の発砲によってバスの中は大混乱。中に乗っていた学生のうち2名が亡くなってしまったんだ。ちょっとそれやりすぎじゃないの？さすがに命を奪うまでのことではないでしょ？それだけじゃないぜ。まだ何かあるの？バスを制圧した警察は、次にバス内に残っている学生たちを連れ去ってしまったんだ。逮捕したってこと？いや、拉致だ。え、警察が拉致したの？そうだ。こうして43名の学生が警察にどこかへ連れて行かれ、集団失踪してしまったんだ。警察はどうして学生たちを襲ったの？捜査当局の調べによってあることが判明したんだ。あることって？この事件は誰かの指示によって行われたものではないのか、ということだ。そんなまさか警察を動かせる人なんていないでしょ。確かにそう簡単に動かせるような組織ではないな。しかし、いないこともないんだぜ。誰がそんなことできるの？捜査当局が目をつけたのはイグアラ市長であるホセルイス・アバルカだ。え、市長が警察を動かして学生たちを襲撃させたっていうの？そういうことだ。確かに市長なら市の警察を動かせるかもしれないけど、さすがにそんなヤバいことしないでしょ。いや、それがそんなこともないんだ。この市長には多くの黒い噂があったからな。黒い噂？イグアラ市では1年前にエルナンデス・カルドナという政治家が殺害され、バラバラにされた遺体が路上に捨てられるという事件が起こっているんだ。恐ろしすぎる事件ね。しかし、結局この事件の犯人は分からず事件は迷宮入りとなってしまう。それがこの事件と何か関係あるの？捜査当局が再捜査をしたところ、この事件の犯人がアバルカ市長である疑いが浮上したんだ。え、カルドナ氏とアバルカ市長は意見が対立することが多く、事件直前も二人が激しい口論をしているところも目撃されているんだぜ。確かに怪しいわね。そして殺害されたカルドナ氏と今回襲撃された学生たちは、デモ活動を通じて接点があったんだ。点と点が繋がったのね。そうだ。自分に歯向かってきたカルドナ氏と学生たちを市長が消そうとしたということだ。なんて恐ろしい市長なの。恐ろしいのは彼だけではないんだぜ。他にもまだ誰かいるの？アバルカ市長の妻であるマリア氏の家族はとんでもない犯罪一家で、彼女の兄は麻薬組織のリーダーをしているほどなんだ。激ヤバ一家じゃないのでも彼女はこの事件に関係はないんでしょ？いや、そうでもないんだ。捜査当局の調べによると、アバルカ市長が学生たちを襲わせたのは、妻のマリア氏のスピーチを学生たちに妨害させないためだということがわかったんだ。なるほど。マリア氏はアバルカ市長の後継を狙っていたからな。いや、なんて人が市長の座を狙ってんのよ。こうして捜査の末、アバルカ市長夫婦は逮捕されることとなったんだ。とりあえずはこれで一件落着ってとこかしら。それで、拉致された学生たちはどうなったの？イグアナ警察によって拉致された学生43人は隣町の警察に拘留された後、犯罪組織であるゲレロス・ウニドスに引き渡された。待って、どうして警察にいたのに犯罪組織の手に渡るの？警察と組織が繋がっていたからだ。え、犯罪を取り締まる警察が犯罪組織と繋がっていたの？そうだ。メキシコのような国では十分あり得る話だぜ。信じられない。そうして学生たちは抹殺の依頼を受けたゲレロス・ウニドスによって、全員殺されてしまったんだ。そんなひどすぎるわ。その後殺害された学生たちの遺体は灰になるまで焼かれ、川へ捨てられてしまった。なんて悲惨な結末なの。しかし、事件はまだこれで終わらなかった。まだ続くの？今話したのはメキシコ政府の見解だ。どういうこと？この事件にはもっと深い闇があったんだ。ええー。政府の見解は、逮捕した組織のメンバーの供述などから結論付けられたものだったが、その捜査方法は拷問に近かったんだ。無理やり言わされちゃったって感じね。ああ、メキシコの犯罪組織は、仲間意識が強いからみんななかなか口を割らなかったんだろう。だからって拷問っていうのはちょっとね。そこで真相を突き止めるため、米州機構人権委員会が特任チームを結成し、メキシコへと派遣したんだ。かっこいいヒーローが現れたみたい。そうだな。実際、彼らの調べによって、次々とメキシコ政府の見解に矛盾点が見つかったんだ。矛盾？
さっき学生たちの遺体は灰になるまで焼かれたと言っただろ？恐ろしい話だったわ。しかし、43人もの遺体を完全に焼き切るには相当な量の焚き火が必要で、時間もかなりかかるんだ。そんなことしていたらさすがに周辺の住民が気づくと思わないか？確かにそう言われるとそうね。また、政府は学生たちがマリア氏のスピーチを妨害しようとしたため、アバルカ市長に襲われたとしていたが、それもありえないんだ。どうして？学生たちがバスに乗り込んだ時にはすでにマリア氏のスピーチは終わっていたんだよ。そんな、もう終わっていたのなら妨害なんてできないし、それを阻止する必要もないだろ？そんなことちょっと調べればすぐわかりそうなのに、おそらく、隠蔽したんだろうな。とんでもない政府ね。それだけではない。襲われたバスは合計4台とされていたんだが、現場に立ち会った人間の話によると、実際にはバスは5台だったんだ。どうして1台少なくなっているの？そのバスの存在がなぜか抹消されていたということだ。そのバス怪しすぎるわね。特任チームの捜査によって、そのバスが麻薬をアメリカへ密輸していたということがわかったんだ。とんでもない事実が出てきたわね。そしてこれこそが事件の鍵を握っていたんだぜ。どういうこと？麻薬を密輸するバスが、偶然にも抗議活動をする学生たちに乗り込まれてしまった。そこで密輸が明るみに出ることを避けるため、警察にバスを襲わせたということだ。嘘でしょ、そんなことあり得る？実はメキシコでは政府や自治体が麻薬組織と繋がっていることがあると言われている。今回の件も、イグアラ氏が麻薬密売に関与していることを隠すためのものだったのかもしれないな。そのせいで多くの学生たちの命が奪われたっていうの？ああ。実際、真相を突き止めかけた特任チームに対して、メキシコ政府は捜査を拒否し始めたんだ。そうして無理やり捜査が終了。事件の真相は闇の中っていうことだ。胸くそ悪い事件ね。許せないわ。世界の情勢は様々だ。国によって抱えている問題も違うからこんな事件が起こることもある。政府や警察が犯罪組織とグルだったかもしれないなんて、何を信じればいいのかわからなくなったわ。11個目、三重県女子高生殺人事件。2015年9月28日の午後21時半頃、警察に人が倒れているという通報が入ったぜ。通報者である青年は、電話口で、心臓マッサージをしていると言ったが、かなり動揺していたぜ。心臓マッサージをしているってことは、かなりの緊急事態ってことよね。ああ、蘇生させようと必死になっていたんだと思うぜ。警察や救急隊員が現場に向かうと、制服を着た女子高生が血を流して倒れていたんだ。怪我をしちゃったのかしら。彼女は、刃物で胸を刺されて死んでいたんだ。ってことは、誰かに殺されたってことじゃない。その通りだ。遺体は心臓を一突きされており、ほぼ即死状態だったんだぜ。そのすぐそばには、凶器として使われた、刃渡り約20センチメートルの包丁が放置されていたんだ。包丁で一突きなんて、殺すことに対して迷いが一切ないように思えるわ。被害者である H さんは、当時18歳で高校3年生だったんだ。そして犯人は、同じ学校の同級生の Y だったんだぜ。そういえば、警察に通報したのは青年だったけど、Y のことかしら？いや、通報したのは、H さんの恋人だ。H さんの殺害現場には、警察が到着する前から恋人がいたってことかしら？他にも H さんの母親や、友人など男女10人がその場に居合わせていたぜ。そんなに人が集まっていたなんておかしくないかしら？なぜそうなったのか、理由が知りたいわ。犯人である Y は、H さんの殺害後に、友人や交際相手へ連絡を取っていたんだ。意味がわからないわ。Y は、H さんの後を追って自殺するつもりだったが、放心状態になっていたそうだ。死にたくても死ねなかった。といった内容の LINE も送っているぜ。相手を殺して、自分も死ぬつもりだったなんて、まるで心中だわ。霊夢の言う通り、二人は心中を計画していたんだ。その証拠に、H さんの遺体には抵抗した痕跡がほとんどなかったんだぜ。だけど、二人は恋人関係でもないのよね。ああ、それぞれ別に恋人がいたんだ。それなのに、なぜ一緒に死のうとしたのよ。H さんと Y は仲のいい友人同士だったんだ。だが、その関係は徐々に歪なものになっていたんだぜ。順を追って聞きたいわね。じゃあ、まずは被害者の H さんの人物像を話していくぜ。母子家庭で育った H さんは、アニメ好きのおとなしい女子高生だったぜ。学校の成績も良く、所属していた演劇部ではリーダー的存在だったんだ。後輩にも慕われていたそうだぜ。へえ、順風満帆の学生生活を送っているって感じがするわね。行事などにも積極的に参加して、頑張っていたみたいだぜ。しかし彼女は、今回の事件の数ヶ月前に、一度失踪したことがあるんだ。失踪ですって？すぐに警察に捜索願いが出されたんだが、それだけでは済まなかったぜ。
H さんを心配した友人が SNS で彼女の行方を探す、という騒動にもなったんだ。結構大事になっていたのね。H さんはどうして姿を消したのかしら？ H さんは18歳までに死にたいという願望があり、友人にも話していたんだ。彼女が失踪したのは18歳の誕生日直前の夜だったんだぜ。話通り、命を絶とうとしていたんだろうな。友達が必死に探していたのも、H さんが自殺する可能性があったからだったのね。彼女は精神的に不安定な部分が多かったそうだ。だから、早く止めないと、取り返しのつかないことになると周囲は感じたんだろうな。高校生って思春期だから色々と悩みも多いし、わからなくはないわ。H さんの場合は、自分に自信がなかったんだと思うぜ。日頃から自分には価値がない、と話していたという証言もあるからな。あんまりそんなこと言ってると、本当に落ち込んじゃうわね。もう口癖になっていたんだと思うぜ。それに H さんの腕にはリストカットの跡もあったんだ。周囲の印象以上に、彼女は思い悩んでいたんだろうな。リスカートまであったなんて深刻ね。失踪事件を起こしたのも、思い詰めた結果だったのかしら？そうだな。H さんは失踪から数日後に保護されたんだが、どうしても自殺したい、と訴え続けていたんだ。それを周囲がなんとか説得して、彼女は家へ帰ることができたんだぜ。そんな状態の H さんを連れ帰るのも大変だったでしょうね。だが、そのまま放っておくこともできないからな。目を離しちゃうと、またふらふらと姿を消しちゃうかもしれないわ。そう考えると、H さんって危なっかしい人物だったのね。彼女は普段の生活の中でも危ない行動が多かったんだ。会話の途中に発作的に落ち込み、その度友人になだめられていたんだぜ。それでも安定しない時は Y に抱きつき、気分が落ち着くまでじっとしていたんだ。お付き合いしていない異性と抱き合っていたの？それはいろいろと誤解を生むんじゃないかしら。Y の恋人もその場にいたそうだが、不機嫌になってしまったそうだな。自分の恋人が他の子と触れ合っているところなんて見たくないと思うわ。だが、当の H さんは全く気にしていなかったぜ。いやいや、そこは気にしないと関係に亀裂が入っちゃうわ。H さんの考えていることが、わからなくなってきたわね。H さんのような行動の原理は見捨てられ不安と呼ばれているぜ。初めて聞いたわ。どんな意味なの？恋人や友人から見捨てられそうだと感じると、なりふり構わず行動してしまうんだ。大きな声で泣き出したり、自殺をほのめかしたり、リストカットをしたりするんだ。見捨てられないように気を引こうとするわけだな。H さんの行動は、それに近い感じがするわね。この行動は、境界性パーソナリティ障害の症状の一つでもあるんだぜ。H さんは境界性パーソナリティ障害の可能性があるの？まあ、断定はできないぜ。彼女は知り合いの中でも、特には家執着していたぜ。そうね。不安になった時に抱きつくほど、Y のことを頼る相手として信頼していたんだわ。Y は H さんを拒絶するようなことは一切しなかったんだ。そんな彼に、H さんは甘えたかったのかもしれないぜ。けど、それって友達の範疇を超えていないかしら？むしろ恋人同士に見えるぜ。二人は高校2年生の時に同じクラスで、3年生になってからはクラスが離れてしまったんだ。それからもずっと、一緒にお昼ご飯を食べていたんだぜ。二人が付き合ってると思い込んでた人もいたんじゃないの？可能性はあると思うぜ。それだけ H さんと Y の距離は近かったんだ。親友以上、恋人未満ってやつかしら？恋人よりも重要な存在だったのかもな。Y は H さんを受け入れ続け、二人はすっかり共依存の関係になっていたと考えられるぜ。頼れる人がいるのはいいことだと思うわ。でも、依存しちゃう関係って歪んでいてヤバい気がするわね。きっと Y は、彼女のことを放っておけなかったんだろうな。でも、お互い学校の友達ってだけよね。そこまで関係が深まることってあるのかしら？いい意味でも悪い意味でも、二人は気があったんだと思うぜ。それに Y はもともと面倒見のいい性格をしていたんだ。そうだったの？ああ、次は Y の人物像について解説していくぜ。犯人の Y は、6人兄弟の次男として生まれたぜ。Y はよく弟や妹の世話をしていて、家族仲も良好だったんだ。大家族だったのね。H さんに対する面倒見の良さも、そこから来ていたんだろうな。同級生の女の子というより、世話の焼ける妹みたいな感覚だったのかもしれないわ。Y は周囲から、真面目で優しい人物としても認識されていたぜ。近所の人とすれ違う時も必ず挨拶をしていたんだ。悪い噂とかはなかったのかしら？特になかったみたいだな。事件が発覚した後も、周囲は Y が犯人であることを不思議がっていたんだ。人を殺すような性格じゃないって思われていたのね。家庭も平和だったからな。年中行事はみんなで祝っていたし、兄弟の運動会にも家族総出で応援しに行っていたんだ。絵に描いたような仲良し家族だったのね。
そんな家庭で育った Y が殺人犯になるなんて、誰も思っていなかっただろうな。衝撃的だったと思うわ。ちなみに Y の家庭は、事件が起こる5、6年前に伊勢市内に引っ越してきたんだ。そして当時、同じ中学に通っていた H さんと仲良くなったんだぜ。ほうほう、そこから同じ高校へ進学したってことなのね。二人は互いを親友と呼び合っていたんだが、H さんは Y へある頼みをするようになるんだ。一体何の頼みをしていたのかしら？死にたいから刺して殺してという内容だ。何度も頼まれたことで、Y は、殺してあげた方が彼女にとって幸せなのかもしれない、という思考に至ったと考えられるぜ。なんでそうなるのよ。一緒にいるうちに、彼女の不安定な精神に同調してしまったんだろうな。影響を受けやすかったってことかしら？それもあるだろうし、H さんが苦しむ姿を見ていられなかったのかもな。だから殺したっていうの？Y は彼女を殺さないといけないと思い込み、実行してしまったんだぜ。これと似た現象で同情自殺というものもあるんだ。自殺したい人の相談を受けるうちに同情してしまい、一緒に死んでしまうというものだな。そんなことが実際に起きているっていうの？多感な時期である10代に多く見られる現象だぜ。今回の事件でも、Y は H さんを殺害した後に、自ら命を絶つ計画をしているんだ。ちょっと気になることがあるんだけど、いいかしら？どうしたんだ？Y は H さんが憎かったわけじゃなく、頼まれたから仕方なく殺したのよね。そうなると、ただの殺人事件ではなくなるんじゃない？ああ、嘱託殺人という扱いになるだろうな。殺人の場合は無期懲役や死刑だが、嘱託殺人の場合はそこまで重い罪にならないことが多いぜ。ほうほう、そうなのね。しかし、今回はあらかじめ凶器を用意するなど、計画性が高いからな。警察も殺人事件として扱っていたみたいだぜ。用意していたってことは、事前に二人は結婚する日を決めていたの？周りの人は、異変に気づかなかったのかしら？気づかなかっただろうな。事件当日、H さんはいつものように登校して、体育祭や文化祭の準備をしていたんだ。普段通りだったのね。一方で Y は、恋人に LINE で H さんを殺しに行く、という連絡を入れていたんだ。そんな連絡が来るなんて、相手もびっくりしたと思うわ。しかも、その次の連絡では、H さんを殺害した現場の写真を送っているんだぜ。そんなもん送りつけてくるなんて怖すぎるわ。さらに彼は、現場に遺書のようなメモも残しているんだ。そこには H さんを殺したのは僕ですという内容が記されていたぜ。犯人がわかるように、わざわざ書き置きしていたの？ Y は自らの罪を明らかにして、死ぬつもりだったんだぜ。しかし心中は失敗に終わり、H さんだけがこの世を去る結末になってしまったんだ。そもそも、未成年同士で心中を計画したっていうのが驚きだわ。ただの口約束ではなく、実行してしまったのが恐ろしいよな。二人は本気だったんだと思うわ。H さんの遺族からしたらたまったもんじゃないでしょうけどね。H さんの自殺願望は知っていたと思うが、本当に実行するとは思わなかっただろうな。しかも犯人が、仲の良かった Y という点にも驚愕したはずだぜ。現場にいた恋人や友人も、ショックすぎてトラウマになったんじゃないかしら？その可能性はあると思うぜ。しかも事件が起こる数時間前までは、学校で元気に過ごしていたのよね。きっと信じられない気持ちだったに違いないわ。ああ、そうだな。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。アニメの聖地で殺人事件ってだけでびっくりしたわ。でも、内容は予想以上に衝撃的だったわね。事実は小説よりもきなりとは、よく言ったものだぜ。まさか高校生同士で心中するとは、誰も思わなかっただろうな。それに二人は恋人じゃなかったっていうのも驚きだわ。だが、H さんの恋人は二人が浮気関係にあると思っていたみたいだぜ。そう思っても仕方ない気がするわ。なんだか、かなりドロドロとした関係性よね。最初は友達として仲良くやっていたんだろうな。だが、どこかでタガが外れてしまったんだと思うぜ。そんな関係になる前に離れた方が良かったんじゃない？お互いに依存してしまうと、そうはいかないんだろうな。H さんにとって Y は精神的な拠り所だったんだ。Y もそんな H さんを見放せなかったんだぜ。高校生の恋愛って、漫画やアニメで見る爽やかなイメージがあったわ。それはちょっと夢を見すぎているんじゃないか？実際はもっとドロドロしているし、問題も多いぜ。恋人や友人関係なく、ちょうどいい距離感で相手と付き合うことをお勧めするぜ。あまり依存しすぎちゃうと危険だもんね。今回の事件のように、相手からの無茶な頼み事でも答えようとしてしまう危険があるからな。それは困るわ。人付き合いは慎重にしないとね。12個目、大西美穂さん殺害事件。この事件が発覚したのは、2011年7月16日のことだぜ。現場となったのは、鳥取県境港市内の廃ガソリンスタンドの屋上だったんだ。
廃ガソリンスタンドの屋上とは、これまた奇妙な場所ね。事件が発覚ってことは、遺体が見つかってしまったのかしら？ああ、ガソリンスタンドの屋上に女性が倒れていたんだ。発見した人がすぐに通報し、警察が駆けつけたぜ。残念ながら、すでに亡くなっていて、死因は窒息死だったんだ。窒息ってことは、何かで首を絞められたのかしら？発見された時、遺体の首にはロープが巻きついていたんだ。そのロープは輪っか状に結ばれていて、鉄製の棒が埋め込まれていたんだぜ。そして、ロープの結び目は、その棒に引っ掛けられていたんだ。となると、人目のつかない場所で自殺したってことかしら？この人が大西美穂さんだったの？そうなんだが、この時は遺体の身元がわからなかったんだ。本人確認できるようなものがなく、携帯電話もなかったからな。ただわかったのは、大西さんが妊娠していたことだけなんだ。妊娠していたの？ああ、大西さんは、妊娠7から8ヶ月の妊婦さんだったんだぜ。どういうことなのかしら？もしかして、子供を育てる自信を持てずに自ら命を絶ったのかしら？捜査で何かわからなかったの？警察はまず、殺人と自殺の両面で捜査を始めたんだ。身元もわからないし、殺人なのか自殺なのかもわからなかったのね。もしかしたら、自殺に見えるように犯人が偽装したのかもしれないわ。でも、娘が行方不明になるわけだから、家族は動いていなかったの？動きはしたんだが、事件発覚からしばらく経ってからだったぜ。事件当時、父親は大西さんからの、今はそっとしておいてください、というメールを受け取っていたから、なおさら動くのが遅れたんだろうな。大西さんはそんな内容を家族に送っていたのね。でも、しばらくって、どれくらいだったのかしら？大西さんのご家族が捜索願いを出したのは、事件から3年後のことだったんだ。3年後、メールがあったにしても、捜索願いを出すのが遅すぎないかしら。ご家族には、何か問題があったの？大西家は一家離散していたようなんだ。父親が会社をやっていたんだが、それが倒産してしまったらしくてな。なるほど、それで娘がどこでどうしているのかも不透明だったのね。それなら、3年もかかったのも納得できるかもしれないわ。大西さんも、一家離散した当時は辛かったでしょうね。だろうな。そして、遺体が大西美穂さん本人のものであると確認されたのはさらに後だ。捜索願いが出されてから、1年後のことだったんだ。証明するものが何もなかったせいで、身体的特徴から見るしかなかったんだぜ。じゃあ、遺体が大西さんってことがわかるだけでも4年かかったのね。でも、亡くなってから4年も経ってるんじゃ、確認も大変だったでしょうね。ああ、ご遺族からしたら、非常に辛い時間だっただろうな。でも、大西さんってどんな女性だったのかしら？失礼だけど、事件に巻き込まれるようなことをしていた人だったの？いや、大西さんはそんなこととは縁のない女性だったぜ。一家離散のショックを抱えながらも、飲食店で真面目に働いていたんだ。近所の人によれば、おとなしいが、顔を合わせれば挨拶してくれる。いいお嬢さんだった。まさか殺害されていたなんて、と、悲しみをあらわにしたぜ。事件に巻き込まれるような人なんて邪推をして、申し訳なかったわね。そんないい子が亡くなっていたなんて知ったら、悲しむのも無理もないわ。さらに大西さんを知っている人は、印象はぽちゃっとして可愛い子、大取るお店で、あの子が、という感じで、と驚きを隠せない様子だったぜ。大西さんが通っていた高校の関係者も、真面目で、親の手伝いをよくしていた、と語っているんだ。殺人事件の被害者になるなんて、想像もつかないような子だったのね。おとなしくて礼儀正しくて、親の手伝いもする真面目な子じゃない。まったくだな。大西さんを知る人は、誰もが衝撃を受けたと思うぜ。でも、事件の捜査ってとにかく初動が大事よね。こんなに時間がかかってしまったんじゃ、事実確認は難しそうだわ。そもそも、自殺か殺人か判断するのも難しいんじゃないかしら？身元確認の時点でここまで難航したわけだからな。だが、この事件は解決しているんだぜ。そうなの？ああ、結論から言ってしまうと、これは殺人事件だったんだ。大西さんを殺害した犯人が、自殺に見えるように偽装していたんだぜ。もしかしたら、一家離散という背景も利用したのかもしれないな。随分と卑劣な犯人だったのね。で、大西さんにこんなことをしたのは誰だったのよ。逮捕されたのは、岡山県で会社員をしていた、当時34歳の、荒木文明だったぜ。身元確認からさらに4年、事件発覚から約7年半後の逮捕劇だったんだ。ここまで時間が経っていたのに、よく逮捕までこぎつけたわね。決め手となる証拠でもあったのかしら？これに関しては、警察の地道な捜査としか言いようがないな。大西さんの身元が判明した後、人間関係を中心に捜査を続けていたんだ。それで、容疑者として浮上したのが荒木だったのね。でも、荒木と大西さんってどういう関係だったのかしら？
大西さんは妊娠していたそうだけど、まさか。ああ、そのまさかだぜ。大西さんと荒木は、当時交際関係にあったんだ。人間関係の捜査で荒木が浮上したのも、そのためだろうな。荒木は事件後に婿入り婚していて、当時の旧姓は村上だ。そして、逮捕後には離婚されていて、再び村上に戻っている。ここからは、統一して村上と表記させてもらうぜ。すでに頭が混乱してきたわ。というか、事件の経緯はどうだったのよ。一家離散後と思われるが、大西さんは村上と交際していたんだ。一家離散って、想像するだけでも辛そうな状況だもんね。村上はそこにつけ込んだのかしら？つけ込んだのかは不明だが、順調に恋人関係を続けていたぜ。だが、それは大西さんの勘違いだったんだ。どういうこと？村上は結婚詐欺師だったとかかしら？いや、話はもっとシンプルだ。村上は二股をしていたんだぜ。大西さんの他にも交際している女性がいたの？その通りで、村上としてはもう一人の交際相手が本命だったんだ。そちらの女性とは、すでに結婚の話が進んでいたんだぜ。言い方は悪いが、大西さんの方は遊びだったということになるな。それだけでも怒りが湧くわね。浮気をする男って、最低だと思うわ。そうだな。そして、事件のきっかけになったのが大西さんの妊娠だったんだ。恋人との間に子供を授かって、大西さんは嬉しかったでしょうね。ああ、だが、妊娠を報告された村上はそうではなかったんだ。繰り返しになるが、本命の彼女との結婚の話が進んでいたからな。この時の村上にとって、自分の子を妊娠した大西さんは邪魔でしかなかったぜ。自分で妊娠させた恋人を邪魔って、許せないわね。村上は最低最悪の男だわ。全くもってその通りだぜ。だが、当時の村上にとって、大西さんは将来を脅かす存在だったんだ。そして、村上は最悪の方法で大西さんと別れることを決めるんだぜ。もしかしてだけど、それが今回の事件。その通りだ。よりにもよって村上は、大西さんの殺害を決意したんだぜ。そして、2011年の7月15日に犯行に及んだんだ。話が突飛すぎるわ。責任を取って大西さんと結婚するなり、謝るなり、手段はあったはずだわ。なんで、よりにもよって大西さんを、殺害する方向に進んでしまうのよ。それは、私にとってもこの事件最大の謎なんだ。村上はそこまでして、もう一人の彼女と結婚したかったんだろうな。邪推だが、婿入りということは金も目当ての結婚だったのかもな。考えれば考えるほど、村上の最低さが浮き彫りになっていくわね。それで、事件の現場になったのが、ハイガソリンスタンドだったのかしら？その通りだぜ。どのように誘導したのかは不明だが、村上は屋上に大西さんを登らせたんだ。そして、ナイロンのロープで首を絞めて殺害したんだぜ。自殺現場とも取れる状況は、村上による偽装工作だったわけだな。さらに、大西さんの携帯電話で、今はそっとしておいてください。と父親に偽装のメールまで送っていたんだ。え、父親に届いたメールは村上が送っていたの。本当に、胸クソの悪い事件だわ。その後、村上は約7年半も何食わぬ顔で過ごしていたのよね。ああ、本命の彼女と結婚したんだ。婿入りだったから姓も村上から荒木に変わり、何食わぬ顔で会社員をしていたぜ。だが、その生活も警察の執念の捜査で幕切れとなったわけだな。村上は残虐な方法で大西さんを殺害して、両親の呵責はなかったのかしら？本心は村上にしかわからないから、事件後の行動を見ていくぜ。この事件を起こした2週間後、村上は結婚式をしているんだ。そして婿入りして姓も荒木に変わったんだぜ。殺人をした2週間後に、堂々と新郎として結婚式してたの。そんなヤバい奴なんだし、近所からの評判は悪かったんじゃないかしら？いや、村上は近所の評判も良好だったそうだぜ。彼を知っている男性の話によれば、礼儀正しい男だったそうだ。村上はゴルフが趣味で、同じ趣味の男性とも談笑していたという話もあるぜ。外面は良かったってことかしら？言われてみれば、二股で女性と交際できるくらいだもんね。そういう、サイコパス的な器用さはあったのかもしれないわ。ああ、村上が殺人犯だと知った男性は、礼儀正しい印象だった。信じられない。と、言葉は少ないながらも驚愕していたぜ。そりゃ、言葉も出ないわよ。そういえば、村上は結婚してから、しばらく経ってから逮捕されたのよね。もしかしてだけど。奥さんとの間に、ああ、霊夢が聞きたいことはよくわかるぜ。結婚後、村上は奥さんとの間に二人の子供を授かっていたそうだ。やっぱりそうだったのね。人を殺しておいて奥さんと仲良くやって、子供まで作ったのね。村上という男が、途端に底知れない恐ろしい存在に思えてきたわ。まったくだな。
奥さんと子供たちにとっては、まさに青天の霹靂だったと思うぜ。ちなみに、逮捕後は荒木の姓が村上に戻っているんだ。事件が発覚して、離婚したってことだろうな。そりゃ、そうもなるわよね。それに、大西さんのご遺族は怒りに震えたでしょうね。しっかりと裁きが下されたのかしら。村上は殺人罪で逮捕されたぜ。逮捕後、村上は素直に罪を認めたんだ。裁判は鳥取地裁で行われたんだが、村上は起訴内容を認めたぜ。それに、大西さんが身ごもっていた子供が、村上の子であることも証明されたぜ。村上という男が、余計に許せなくなるわね。ああ、子供ができたから邪魔になって殺害なんて、許される理由じゃないな。何度聞いても腹の立つ理由だわ。もし犯行を認めなかったら、私が出向いてボコボコにしてやるわ。とりあえず、落ち着いて話を聞いてくれよな。まず検察側は冒頭陳述で、大西さんから妊娠を告げられ、自分の将来を脅かしかねない、と考え、殺害を決意した、と、身勝手な犯行動機を指摘したぜ。さらに、大西さんの携帯電話で、偽装メールを送ったことも指摘したんだ。その上で、懲役20年を求刑したんだぜ。完全に邪魔な大西さんを排除して、とんずらする気だったもんね。村上はちゃんと反省していたのかしら。反省の態度は示していたそうだな。だが、散々偽装工作をして、逮捕された後に反省されても、という感じだぜ。まあ、本当に反省しているなら実施するのが筋ってもんよね。約7年半も、何食わぬ顔で生活していた人間に反省されても何も感じないわ。これはもう極刑しかないわね。気持ちはわかるが、検察の求刑でさえ20年だぜ。結局、村上に下されたのは、懲役18年の実刑判決だったんだ。18年って短すぎないかしら。村上は大西さんを卑劣な方法で殺害したのよ。それに、お腹の赤ちゃんを殺したも同然じゃない。全くもってその通りだが、判決は懲役18年だ。裁判長は、凶器となった荷造り紐を自宅に取りに行くなど、殺害に向けた一定の準備を行った、ことを指摘しつつも、高い計画性はないものの突発的で衝動的な犯行とも言えない、と話したぜ。計画性があるとも、衝動的だったとも判断しがたいってことかしら？でも、身勝手な理由で最も重い罪を犯しておきながら、18年の懲役は納得いかないわね。ご遺族からしても、納得のいかない結果だろうな。ちなみに、これ以上の結果は望めないと判断したのか、弁護側は控訴しなかったぜ。そのまま、村上は懲役18年の刑が確定したわけだな。罪を素直に認めて控訴しなかったのはいいけど、やっぱりモヤモヤするわね。犯人が捕まって刑が確定しただけでも、幸いだと思うしかないな。だが、ご遺族の悲しみは言えることはないと思うぜ。それに、一家離散後という悲劇を隠蔽に使った卑劣な犯行だからな。特に大西さんの父親は、悔やんでも悔やみきれないだろうな。自分の会社が倒産したっていう状況を利用されたのよね。一家離散のショックで自殺なら、一応理由としてはしっくりくるわ。そう考えると、ますます村上が許せなくなるわね。まったくだな。それに、何も知らずに結婚した奥さんと荒木家も気の毒だぜ。知らぬ間に殺人犯を家族に迎え入れてしまったんだからな。それに、奥さんとの間には二人の子供もいたのよね。急に父親が殺人犯だと分かったショックは計り知れないわね。奥さんもそうだけど、子供たちのその後が心配だわ。学校にも行きづらくなるだろうし、メンタルケアも必要だろうな。村上は、本当に多くの人を傷つけていったのね。ああ、その影響は計り知れないぜ。大西さんを殺害したということは、生まれるはずの子供も殺害したようなものだ。大西さんのご遺族、何も知らずに家族になった。荒木家にもショックを与えたぜ。村上は一つの犯行でたくさんの人を傷つけたんだ。懲役18年で足りる気はしないけど、しっかり反省してもらいたいわね。ああ、自分が傷つけた人間全員に対して、真摯に詫びてほしいもんだ。13個目、境内性父親殺害事件。まずは事件の被害者について説明するぜ。この事件は2018年東京都大田区で起きたんだ。被害者は鳥谷高美さん当時58歳だ。彼は東京で生まれ、有名な漫才コンビの息子として育ったぜ。え、そうなの？なんていう漫才コンビ？高美さんの父親は、鳥谷二郎さんだ。漫才コンビコロムビアトップライト、のライトさんとして活躍していたぜ。当時、東京で人気のコンビで、相方のトップさんこと下村豊さんは参議院議員も務めたほどだ。へえ、そんなに有名な漫才コンビだったのね。その息子が殺されたっていうのは、父親の人気に嫉妬したってことかしら？それにしては時が経ちすぎている気がするわ。いや、そのことは本件には関係ないぜ。ただ、高見さんは父親が漫才コンビをしていたことに、
コンプレックスがあったようだ。え、どうして？お父さんが有名人だなんて、羨ましいじゃない。何でも学校で父親のことをからかわれていたそうだ。その度高見さんは、怒って暴れ回ったそうだぜ。高校時代はよく喧嘩もしたそうで、同級生からは危険人物として認識されていたんだ。家族が有名人なのも大変なのね。とはいえ高見さんは真面目に勉学に取り組み、慶応義塾大学の法学部に進学したぜ。大学卒業後は議員の秘書をし、後に不動産関連の会社を経営しているぜ。父親へのコンプレックスか、とてもお堅い仕事をしていたのね。経営者だなんて高見さんもすごい人だわ。高見さんは結婚し、30代後半で長男を授かったぜ。多忙の中でようやく生まれた子供だからか、高見さんは息子を溺愛していたそうだ。年取ってからできた子供は溺愛されるってよく言うわよね。しかしこの溺愛された子供こそが、今回の事件の加害者である鳥屋ともなりなんだ。溺愛された息子が父親を殺したの。ともなりが生まれた3年後には弟が生まれ、鳥屋一家は4人で生活していたぜ。一家が住んでいたのは東京都大田区にある高級マンションだ。都内の高級マンションで一家4人で暮らすなんて、羨ましいとしか思えないわ。旗から見るとそうだよな。ところが、高見さんにはある問題があったんだ。ある問題って？それは酒癖が悪いことだぜ。高見さんはストレスが溜まった時に飲酒すると、家の中で暴言を吐くことがあったそうだ。それは家の空気が悪くなるわね。家族からしたら溜まったものじゃないわ。そんな環境にあっても、ともなりはぐれることなく順調に成長していったぜ。ともなりはマイペースだが明るくて、人のことを考えられる性格だったそうだ。そのため友人からも人気者で、人付き合いもうまかったぜ。明るく育ってくれてよかったわ。きっといいお兄ちゃんだったのね。ともなりは小学校高学年になると、本格的に中学受験の勉強を開始したんだ。高見さんは仕事の合間を縫ってともなりに勉強を教えたり、塾の送り迎えをしていたぜ。こうして親子で頑張った結果、難関である慶応義塾湘南藤沢中等部に合格したんだ。高見さんはともなりの受験合格を心から喜んだそうだぜ。すごいじゃない、高見さんと二人で勝ち取った合格ね。ともなりは中学生になると、英会話に通う傍ら学校で空手部に所属したぜ。練習に励みながら後輩をカラオケに誘うなど、面倒見がいい後輩思いの先輩だったそうだ。またともなりはファッションにも興味を持ち、人と会うときはおしゃれな格好をしていたぜ。おしゃれで面倒見のいい好青年じゃない。きっと女の子にモテたと思うわ。文武両道として知られたともなりは、3歳年下の弟のことも大切にしていたそうだな。実際、弟の誕生日にはプレゼントを送ったりしているぜ。また、電車に乗るときはよく人に席を譲ったりと、優しい一面もあったんだ。ここまで聞いたら、とても父親を手にかける人とは思えないわ。この事件、何かの間違いだったんじゃないの？しかし、ともなりが中学に入ってから不穏な出来事が起きていたんだぜ。不穏な出来事？ある日、空手部の練習が終わった後、部員たちは更衣室で着替えていたんだ。その時部員の一人が、ともなりの体にあざがあったのを見ているぜ。空手部だったら、あざぐらいできるんじゃないの？いや、部員は一目見てそれが空手でできるあざじゃないと気づいたんだ。そこで部員は、ともなりに喧嘩でもしたの？と尋ねたぜ。確かに弟もいるし、兄弟喧嘩でもしたのかしら？いや、ともなりは、親にやられた。父親は本当に厳しくめんどくさい。母親や弟も相当やられている、と答えたぜ。高見さん、酒癖が悪いどころじゃないわね。暴言だけでもきついのに、暴力は完全にアウトだわ。ともなりはごく少数の友達にしか教えていなかったが、父親との関係に悩んでいたんだ。高見さんはしつけや学業に関して厳しい人物だったようだぜ。実際、ともなりのテストの点が悪い時は容赦なく手を挙げていたそうだ。そしてともなりが高校に進学すると、親子関係はさらに悪化していくぜ。親から暴力を振るわれるのは、いくらお金持ちの家でも嫌よね。先生や病院に相談できなかったのかしら？ある時、高見さんは酒に酔うと息子たちにこう言い放ったんだ。誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。俺の言うことを聞かなければ学費は払わないぞ。高見さんはこんな風に暴言を吐き、自分に逆らうことは許さなかったぜ。こんなこと言われても、子供はどうしようもないじゃない。典型的な毒親ね。ただともなりも言われっぱなしではなく、言い返すことがあったそうだ。そうすると高見さんは、ともなりの胸ぐらをつかみ、殴りかかってきたぜ。自分の息子が父親に暴力を振るわれて、母親は何をしていたの？高見さんの妻はこのような状況に、仲裁に入ったこともあったそうだ。すると高見さんは、妻にも手を挙げたそうだぜ。このような家庭環境のことを、ともなりは友達にこう話している。自分はどちらかといえばネガティブ。友達を作るのが苦手なんだよね。
このように語るともなりは、明るい時と暗い時の落差が激しくなっていくぜ。家庭環境に問題がある子供の情緒が安定するわけないわよ。こうしてともなりが高校2年生になる頃、ある問題が起きたんだ。今度は何が起こったの？ある時、ともなりが自分の部屋が欲しい、と両親におねだりしていたそうだ。しかし、高見さんはそれを突っぱねていたぜ。思春期になったら自分だけの部屋が欲しいわよね。お金持ちなら広い家に引っ越せばいいのに、そうしなかったのね。ああ、そのうち父と子は言い合いに発展したんだ。言い合いはヒートアップし、高見さんはともなりを突き飛ばしたぜ。するとともなりは、逆に高見さんを殴りつけたそうだ。気持ちはわかるけど、殴ったら逆上しそうで怖いわ。この出来事をきっかけに、親子関係は変化していくことになるぜ。数日後、高見さんはこれからは息子の意思を尊重しよう、という気持ちになったそうだ。そして、ともなりに部屋を与えることにしたぜ。ともなりも自分の意見が認められたことで、父親を人生の先輩として尊敬するようになったんだ。よかったじゃない。これで争いは解決だわ。こうして高校を卒業したともなりは、慶応義塾大学経済学部に進学したんだ。さらに、弟も慶応義塾高校に入学し、高見さんはとても喜んだそうだな。高見さんは入学式の様子を写真に撮り、SNS にアップしているぜ。そこには、長男、次男とも無事に新しいスタートの春です。子供の成長とともに心配とお金がかかります。まだまだ頑張らねば、と書かれていたぜ。また入学前には家族でハワイ旅行に出かけ、息子二人の合格を祝ったそうだ。息子が二人とも自分と同じ慶応に進んでくれて、よっぽど嬉しかったのね。ともなりは大学生になると、スーパーのレジ打ちのバイトをしていたぜ。またダンスサークルに入り、ダンスの活動に夢中になっていたんだ。そんな時、高見さんから、将来に向けて資格を取った方がいい、と助言されるぜ。そこでともなりは、公認会計士の資格取得を目指すことになったんだ。公認会計士の資格って、とても難しいんでしょう？それに挑戦するなんて、ともなりは努力家なのね。ともなりは勉強に集中するため、ダンスサークルを辞めることにしたぜ。そして、公認会計士の資格習得のために予備校へ通うことにしたんだ。ところが、ここから徐々にともなりの様子に変化が現れるぜ。ともなりに何があったの？ともなりは資格取得のための勉強についていけなくなってしまったんだ。友人には、親にお金を払ってもらって、予備校に入ったのはいい。でも、勉強についていけずもうやめたい、と話していたぜ。これを聞いた友人は、ともなりの家庭の事情も理解していた人なんだ。だから、もしともなりが予備校を辞めたいといえば、父親からまた殴られるのでは、と思ったそうだな。公認会計士になるのは本当に大変なことだから、ついていけなくても無理ないわ。ともなりのなりたい職業の資格を取ればいいんじゃないかしら？ともなりは、公認会計士に必要な日照簿記の試験を受けたぜ。そしてここで勉強の成果を示そうと考えたんだ。しかし、残念ながら試験結果は不合格となってしまうぜ。これが相当ショックだったのか、ともなりの様子がガラリと変わってしまうんだ。親からのプレッシャーと初めての挫折に心が折れたのね。悪い方向に行かないといいけど、どうなってしまったの？それまではファッションに気を使い、コンビニに行く時も着替えていたんだ。だが、この頃から髪の毛はボサボサになり、ヒゲも伸び放題になってしまうぜ。家族とも必要最低限の会話しかせず、ともなりは部屋に引きこもるようになったんだ。鬱っぽいけど大丈夫かしら？この時ともなりを見た母親は目つきが別人のようになったと感じたぜ。ともなりは、公認会計士の試験を諦める、と言って予備校も辞めてしまったんだ。さらにともなりは食生活もおかしくなっていったぜ。夜中に丼に白米とマヨネーズやケチャップ、醤油を入れて食べるようになったんだ。その後、トイレに入って食べて物をすべて吐き出す、という行為を繰り返していたぜ。明らかにストレスが溜まりまくっているんじゃない。早くなんとかしないといけないわ。この他にも、ともなりは次々と気功を見せるようになった。ある時、ともなりは、オムライスの達人になる、と言い出し、オムライスだけを作って食べ出したぜ。そこだけ聞いたら若気の至りで微笑ましいわ。でも、そうじゃないのよね。ああ、ともなりが作ったのは、オムライスとはかけ離れたものだったんだ。そして自分の部屋では、大音量で音楽をかけていることもあったぜ。それなのに、リビングからテレビの音がするだけで、うるさいと怒鳴っていたそうだ。他にも、家の中に飾られていた人形を、必ず後ろ向きに置き換えていたそうだぜ。この時のともなりは四六時中、両手で口を押さえていたそうだ。文武両道で優しい青年だったのに、どうしてこうなっちゃったのかしら？明らかに様子がおかしいともなりを母親はとても心配していたぜ。母親は病院で見てもらった方がいいのではないかと考えたんだ。私もそう思うわ。すぐに病院に連れて行ってあげて。母親は、
夫である高見さんに相談したぜ。だが高見さんは、友成は絶対に大丈夫。今は、落ち込んでいるだけだ。きっと回復するから、と言って、病院に行かせなかったんだ。落ち込んでるだけでそんなに気候に走らないわ。もう高見さんに隠れて病院に行ったらどうかしら？母親は高見さんがそう言うならと病院に連れて行くことはしなかったぜ。どうしてそこで言うこと聞いちゃうのよ。男のことは男にしかわからないと思ったのかもしれないな。もちろん、友成の様子は元に戻ることはなかったんだ。そのうち、友人に誘ってもらった成人式や空手部の集まりも、断るようになるぜ。友成はますます一人で過ごすことが増えていくんだ。鬱っぽくなっている時って人と会いたくなくなるわよね。誰か心配して寄り添ってあげられる人はいなかったのかしら？そんな中、とうとう事件が起きてしまうぜ。2018年1月18日、当時20歳の友成は、この日もオムライスを作って食べていたんだ。正しくはオムライスのようなもの、よね。そうだな。友成は食べ終わると自室に戻り引きこもっていたぜ。そのうち、父親である高見さんが帰宅したんだ。だが高見さんはこの日、だいぶ酒に酔っていたぜ。酒癖が悪い高見さんが、お酒を飲んだら危ないわね。霊夢の予想通りだぜ。高見さんは帰ってくるなり、ソファーで横になっている高校生の弟に悪態をついたんだ。実はこの前、弟は高見さんから借りていたジャージをなくしていたんだぜ。高見さんはこのことについて注意しだしたんだ。注意だけで済んだらいいけど、悪態ということはそれだけじゃなかったのね。ああ、高見さんは怒りのボルテージがだんだん上がっていったぜ。そして弟に罵声を浴びせ始めたんだ。この時友成はリビングの隣の部屋にいて、聞こえてくる父親の声にイライラしていたぜ。友成も精神が不安定だものね。この家には爆弾が2つ埋まっているようなものだわ。そしてついに、友成の爆弾が爆発してしまったんだ。友成は部屋から出ると、やめろよ、リビング全体の空気が悪くなるだろ、と叫んだぜ。リビングは一旦静まり返ったが、高見さんも負けじと言い返したんだ。お前だって家の空気を悪くしているだろう、とな。二人とも静かにすれば丸く収まるのに、そうはならなかったのね。高見さんの言葉に動揺した友成は、俺は悪くない、と言って自室に戻ったぜ。その後も、高見さんは弟に罵声を浴びせ続けたんだ。その声を聞いた友成は、興奮して、クローゼットに隠していた刃物を取り出したぜ。そして窓についていたカーテンを切り裂いていったんだ。カーテンを切り裂いて何をするつもりなの？おそらく、怒りに任せて切り裂いたんだろうな。そんな状況になっているとは知らない高見さんは、弟に罵声を浴びせ続けたぜ。この時友成は父親の弟への説教が、言い過ぎだ、と感じていたんだ。友成は再びリビングに現れ、いい加減にしないと刺すぞ、と言い放ったぜ。友成の手にはナイフが握られていたんだ。それを見た母親は、とっさに友成、と叫んだぜ。その直後、友成は死んじゃえ、と言いながら、高見さんに突進したんだ。いくら頭に血が上ったからって、ナイフはダメよ。友成が持っていたナイフは、そのまま高見さんの左胸に突き刺さってしまったぜ。高見さんはその場に崩れ落ちてしまったんだ。友成が立ち尽くす中、母親は警察に通報したぜ。その間、弟は応急処置を行い、兄ちゃんも手伝って、と心臓マッサージをしたんだ。弟は罵声を浴びせられていたのに、すぐ応急処置をして以来はね。その後、高見さんは病院へ救急搬送されたが、残念ながら亡くなってしまったぜ。友成は駆けつけた警察によって、その場で逮捕されたんだ。友成は容疑について間違いありませんと認めているぜ。友成には4ヶ月間の鑑定留置が行われ、東京地検は刑事責任を問えると判断、起訴したんだ。検察には、友成の友人や親族からの、減刑を求める嘆願書が、50以上寄せられたぜ。それだけ友成は人望の厚い青年だったのね。様子のおかしかった友成が、心神喪失状態じゃないのか気になるわ。裁判が開かれ姿を現した友成は、SNS の写真とはまるで別人だったそうだ。そして友成はずっと両手で鼻と口を覆い隠し、目だけをギョロギョロ動かしていたぜ。どう見てもまともじゃないわ。法廷での友成は次のような意味不明な証言を繰り返していたそうだ。強制的に結婚させられそうになったからやった。僕の恋愛に干渉して自分の欲求を満たそうとした。それができなかったので、弟に干渉した。父は俺に命を奪ってほしいと思っていた。だからやった。次の標的が弟に移ったので、突発的に守った。と話したんだ。これは、妄想で現実がわからなくなっちゃったの？それとも狂言かしら？出廷した精神科医によれば、友成は統合失調症を患っている。ずっと両手で鼻や口を押さえているのは、心の不満が声になって漏れ出さないようにするため。だそうだ。結局、友成は懲役3年、執行猶予5年が言い渡されたぜ。
心神耗弱で無罪とはならなかったのね。今回の話はどうだった？父親を殺した友成は結局、統合失調症だったのね。飛行を繰り返した時に、ちゃんと病院へ行っていれば、結果は違ったかもしれないわ。病院へ行くのを妨げたのが、被害者の高見さんというのが皮肉だな。父親を刺したのも弟への悪態をやめさせるためだし、もともとは優しい青年だったのね。早く病気を治して、しっかりと罪を償ってほしいわ。そして社会に復帰して、今度こそ自分の人生を歩んでほしいわね。そうだな。友成が犯した罪は決して許されることではないが、まだ20歳の青年だ。しっかり罪を償って、更生していってほしいぜ。というわけで今回は、境大生父親殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。